皆さんこんにちは。ただいまから同志社大学一神教学際研究センター主催の中間選挙後のアメリカの政治と社会というシンポジウムを始めさせていただきます。私は、本日司会を務めます法学部の村田でございます。よろしくお願いいたします。ご承知のとおり、昨年11月にアメリカで中間選挙が行われまして、上院では与党・民主党が53議席というふうにかろうじて過半数を維持いたしましたけれども、下院では歴史的な惨敗を喫して、多数派が共和党に移るということで、1月から新たな議会が始まったところでございます。でこうした選挙結果を受けて、今後のアメリカが一体どういう方向に動いていくのかというのを、内政、外交、そしてとりわけ一神教学際研究センターの営みでございますから、宗教、そして思想といった観点からも考えていきたいというのが、このシンポジウムの趣旨でございます。であるいは皆さんご案内かもしれませんけれども、今年はロナルド・レーガン大統領の生誕100年にあたりまして、2月にはアメリカでもいろいろ行事が行われるようですけれども、1980年にレーガン大統領が当選して以来、ジョージ・ブッシュまでですね、およそ30年近くにわたってアメリカの政治の中で保守の優位の時代が続いてきたように思いますけれども、果たしてオバマの登場でそういう保守優位の政治が終わったのか。今日のいわゆるティーパーティーといわれる非常に先鋭化した保守運動のうねりを見ますと、必ずしもそうとは言い切れないのかもしれないというところでございますが、そういうところを含めてですね、議論を深めていただきたいというふうに思います。で本日は、4人の先生方にパネリストとしてご参加いただきまして、それぞれ15分ずつ発表していただいた後に、パネルディスカッション、そして皆さん方を含めてのですね、質疑応答の時間を持ちたいと思います。で4人の先生方はいずれも日本を代表するアメリカ研究者であり、あるいは報道の第一線で活躍しておられるジャーナリストの方々でございます。冒頭にパネリストの先生方をご紹介申し上げたいと思います。まず最初にご報告いただきますのが、立教大学法学部の佐々木拓也先生でございます。佐々木先生は戦後のアメリカ外交がご専門、とりわけアイゼンハワー政権期のアメリカ外交について多くの業績を残していらっしゃいます。続きまして、ご報告の順番でご紹介させていただきますが、続きまして、東京新聞、読売新聞東京本社調査研究本部主任研究員の飯山雅史先生でございます。飯山先生は、中高新書のラクレでアメリカの宗教右派と、非常に興味深い、書物をまとめられておりまして、アメリカの宗教右派活動について非常に造詣の深いジャーナリストでいらっしゃいます。続きまして、共同通信社編集委員室長の相田博次先生でございます。相田先生も新潮選書で、追跡アメリカの思想家たち、あるいは同志社大学にもご講演いただきましたが、フランシス福山さんのアメリカの終わりという本の翻訳も手掛けていらっしゃいまして、アメリカの政治思想の動向に大変造詣の深いジャーナリストでいらっしゃいます。そして最後に、神戸女学院理事長院長の森光一先生でございます。森先生はアメリカ宗教史の権威でございまして、この3月まで同志社大学の神学部で教鞭を取られ、この同志社大学一神教学際研究センターの 所長も務められた方でございます。それでは早速でございますけれども、まず佐々木先生からご報告をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました、立教大学法学部の佐々木でございます。時間も限られておりますので、早速レジュメ、皆さんのお手元に、1枚の私のレジュメあるかと存じますけれども、それに即しながらですね、私は外交史、外交が専門ですので、もし他のこの後登壇される3人の専門の先生方とは、テーマというか、フォーカスが若干異なるんですけれども、そのオバマ外交のこの、成果と、それから今後の展望について、お話をしたいというふうに思っております。では最初に、歴代政権の外観と書きましたけれども、今回、村田先生の方から、
まあ、このオバマ外交についてお話をしてほしいということをいただきまして、まあ用意をする過程でですね、まあその歴代の政権、この2年間、最初の2年間の政権ではどういうこの成果が上がってきたのかということをちょっと見ようと思いました。で、当然といえば当然かもしれないんですけれども、一般的にやはりそのわずか2年という時間でですね、しかるべきその重要な外交成果を上げるということは、それは非常に難しいわけですね。で、それはもちろん日本もそうなんですけれども、アメリカはもちろんそうであって、フランクリン・ルーズベルトの、そうですか、分かりました。じゃあこれで大丈夫ですかね。よろしいでしょうか。ルーズベルト以降、もう過去70年のを見るとですね、その最初の2年間、政権取って2年間でですね、重要な外交成果を上げた大統領というのはほとんどいないと思います。で、特にもう皆さんご案内の通りも、先月の失業率の数字若干改善しましたけれども、まだ 9.4% ということですね。ちなみにこれは大恐慌の時は 25% というのは例外としてもですね、レーガン政権の初期、先ほど村先生からもお話がありましたけれども、レーガン大統領の任期の1年、83年でしょうか、確か 9.9% 台の後半という高い数値以来のこの失業率であります。で、こういう時にですね、外交でなかなかこの重要な成果を上げないというのは、しかも2年間という時間の中でですね、無名なるかなという気がいたしました。ただですね、ちょっと例外がありまして、でこれはまたむしろ村田先生がお詳しいんでしょうけれども、中間選挙の前 の、 その2年間でですね、重要な成果を上げた大統領というのは、私が見たところカーターではないかというふうに思いました。で、カーター大統領は中間選挙までにですね、パナマ運河の返還協定をまとめて、それから中東和平に関するキャンプデイビッドの合意をまとめるという、そういう非常に重要な成果を上げました。しかし、これもすでに皆さんご案内の通りですね、カーターはその後明らかに政治的に失速して再選できなかったわけであります。いずれにしてもですね、従って、一般的にやはり最初の2年間で重要な外交成果を上げるということは難しいと、上げるにしてもやはりその2年半、3年目、それから4年目ということになるんではないかというふうに思います。そういう極めてその一般的な話をちょっと申し上げた上でですね、じゃあオバマ政権の外交どうなのかということをちょっと具体的にお話ししていきたいというふうに思います。もう最初の冒頭、このレジュメのですね、2番目のところに、その曖昧な成果というふうに書きましたけれども、まだそのどういうんでしょう、具体的にこれだというはっきりとしたソリッドな成果というのは、いくつか上がってますけれども、なかなか具体的には見えてこないと。で、去年の夏にですね、これは本の、私が全然関わってないプロジェクトであれなんですけれども、久保先生、東大の久保先生と、それから東京財団の研究チームが中心となって、オバマ政治を再建するという本を出してるので、そこで内政、外交の、一種とか、それから外交の場合と地域別の政策についてですね、ABCD で評価を下しているんですけれども、外交を見ると、全般的な評価はなくて、中東とか対日とか中国とか核軍縮とかそういった一種とか地域別なんですけれども、大体 B かA は A マイナスは一つなんかありましたね。B あるいは B マイナス、中には C というのがあって、でも大体相対的に見ると B もしくは B マイナスぐらいなのかなという評価がここでは下されているんですね。で、私もそれには大体同意で、この目覚ましい成果はもちろんないけれども、しかしいくつかの点でソリッドな成果を上げているんじゃないかと、全体的に B というちょっと絡みに言ったら B マイナスかなと、でも B は上げることができるんじゃないかなという、そういう、成果を上げているんじゃないかというふうに思います。で、レジュメの方にですね、書きましたけれども、去年の5月にオバマ政権として初めて国家安全保障戦略文書というのを出しております。で、これは1986年の議会での法案だったと思いますけれども、それ以降政権はですね、定期的にこの種の報告書を出さなければいけないということが義務付けられていて、ブッシュ政権の時も2つ出しております。もう有名なのは2002年9月のこの NSS 文書で先制攻撃論を謳った、その文書が非常に名高いと思いますけれども、オバマ政権はその次に2006年の3月にも、ごめんなさい、ブッシュ政権は2006年の3月にも、この2つ目の NSS 文書を出しておりまして、でオバマ政権は、くどいようですけど、これが最初の NSS 文書です。で、ちょっとダウンロードして私もこう持ってきたんですけれども、これはもちろんホワイトハウスにアクセスでどなたも
読むことが可能なんですけれども、まあ、いくつか私ここに書きました。まあ、国際協調主義とか国連など国際機関 NATO 同盟機関の重視云々というあるいは対話外交対話路線云々と、書きました。で、まあ、ちょ面白かったのはですね、その国内の財政とその経済の再建の重要性とその外交的な意味合いという意味でですね、国内の経済その財政を立て直さなければいけないんだということが何度も強調されていたというのは非常に印象的であったということですね。で、まあ、50ページに及ぶ非常に長い文章ですから、まあ、言ってることはいろいろ盛りだくさんなんですけど、でもまあ基本的にはやはりその前の政権と その共いろんな政策的な違いをですね、際立たせようというそういうまあ全体の調子であるというふうに思います。ただですね、実際のじゃあ政策はどうなのかというレベルを見ると、前の政権ブッシュ政権は特にその第2期ブッシュ政権の後半はですね、この明らかにその第1期の、政策のそれとはまあ違っておりますし、まあ具体的に言うならば、2006年3月のブッシュ政権の2つ目の NSC 文書ですとか、においては、この外交の重要性ですとか、それから同盟の重視ですとか、それから、この、などが謳われているんですね。で、まあ、実際の政策、実際に取った武士政権、第2期目の後半で特に取った武士政権の政策も、明らかにそのオバマ政権が現在取っている政策とその重なっているものがあります。後でちょっとまた触れる機会があると思いますけれども、したがって、まあ、当然のこととはいえ、当然のことながら、オバマ政権は、まあ、最初の NSC 文書で、前の政権といかに違うのかということを、まあ、力説するわけですけれども、しかし実際の政策はですね、違うところはもちろんありますけれども、一部においてはですね、重複しているというのが私の見方です。で、まあ、以下黒ポツで、そのまあ網羅的ではありますけれども、まあ、オバマ政権の主な外交イニシアチブを挙げました。で、まあ、まだ記憶に新しいところだと思いますけれども、オバマ大統領がまあ政権発足して最初にですね、インタビューを与えた海外の通信社がそのアラブ諸国アラブ世界のテレビ会社テレビ通信社であったというふうに思います。で、オバマはその後エジプト、あるいはトルコを訪れて、それぞれそのまあ重要な演説を行っておりますけど、その中でそのイスラム世界、まあ、ブッシュ政権下で傷ついたそのイスラム世界と その関係の再構築ということをまあ呼びかけておりました。で、実際ですね、まあ、イスラム世界の中核であるその中東と その関係ですね、これの改善を目指して、この4つほど、挙げております。で、特に前の政権と違うところは、まあ、これがまたどれくらい成果が上がっているかという問題があるんですけれども、中東和平の特別代表としてミッチェルという前の上院議員、それから、アフガニスタンと、パキスタン担当の特別代表として再、つい先日亡くなりましたけど、リチャード・ホルブロックという、人物を起用して、まあ、2人とミッチェルもホルブロックも、まあ、国務長官を務めてもいいこの、この力量を持っているというふうに、まあ、当時、報道されてましたけれども、まあ、それで非常にヘビー、そのヘビー級のですね、人物をこの中東問題、それからアフガン、パキスタン問題担当の特別代表に起用していたわけです。で、まあ、ここに挙げたパレスチナ・イスラエル紛争の調停、イランの核問題、アフガニスタン増派、イラク、これはもう前の政権、あるいはそのずっとアメリカ戦後外交に直面している問題ですけれども、こういった問題に積極的に関与していると。ということです。で、次に、まあ、オバマ外交という場合、やはり、まあ、これが一番皆さん印象的なんだろうというふうに思うんですけれども、2009年4月のプラハ演説で、まあ、核なき世界を目指すという、有名な演説であります。で、まあ、同年のこのノーベル平和賞をオバマが取った理由の一つにこれが挙げられているわけですけれども、しかし、まあ、私が見るところですね、この核なき世界、まあ、核のない世界というのは、核兵器のない世界というのは、これあくまでもそのオバマ自身も演説で言ってるんですが、究極的な目的であって、私は演説を読んだところですね、まずオバマの近々の課題というのは、核軍縮と核兵器の拡散であると、この2つであるというふうに思います。したがって、まあ、オバマは当然のことながら、その核の抑止という重要性は何度も説いてますし、核兵器のある限り、その核の抑止、大事なんだということを言ってますし、核のない世界というのは、あくまでもその長期的、究極の目標であって、それはもしかしたら自分が生きている間は実現できない夢であろうと、まあ、実際私もそう思いますけれども、とりあえずそのオバマ政権での私は近々の課題は、核の軍縮と核の不拡散であるというふうに思います。で、そういった問題意識に基づいて、
ここに挙げた米ロ軍縮、核軍縮条約以下ですね、次々と政策を打ち出して、それなりに効果が上がっていると、米ロ核軍縮条約ですとか、NPR の、あるいはその、去年の春ですね、核保安サミット、これは1945年のサンフランシスコにおける国連創立会議以来のですね、大規模なアメリカで開催した国際会議というふうに言われてますけれども、それから先ほど紹介した NS 文書においてもですね、その核拡散防止がその最優先の課題なんだということを言っております。それから去年の秋の11月のポルトガルでの NATO のサミットにおいても、その核兵器のない世界を目指すという行動方針が謳われておりました。でこれに関係するんですけど、ロシアとの関係もですね、改善をしてしつつあります。で、これはクリントン国務長官の言葉を借りると、リセットをするんだということです。で、米ロ関係はブッシュ政権の末期にですね、特にそのロシアと、グルジアの紛争をめぐって、アメリカがグルジアの側に支援するということで、さらに関係が悪化したわけですけど、一つの要因は、そのチェコとポーランドにミサイル防衛の関連基地を作るということでした。で、オバマ政権は、これは2009年の9月だったと思いますけれども、これを中止をするということを発表しております。で、その狙いの一つには、イラン問題があったというふうに思うんですけど、さらに同様に重要なのは、この核軍縮の問題だったというふうに思います。で、去年の4月ですか、アメリカとロシアとの間で、その核軍縮、先ほど触れましたけれども、核軍縮の条約が調印されて、このアメリカにおける上院の同意というのは、12月、中間選挙後の上院において行われたということは、記憶に新しいところであります。それからですね、中国との戦略対話、でこれは明らかにそのブッシュ政権との連続性があるわけですけれども、そのブッシュ政権で始まった、後半で始まった財務長官と、それから国務次官レベルの対話をですね、格上げして、国務長官と財務長官2人が相手側のカウンターパートと話し合うという、こういう戦略対話を早速始めて、1回目がアメリカですね、オバマ政権発足したとき、去年は中国で行われました。今年は今度はアメリカで行われるんではないかと思います。ただ同時にですね、これもオバマ政権、ブッシュ政権同様なんですけれども、去年の春出した QDR、国防省の、計画の見直しですか、この文書、4年ごとに出している QDR 2010ではですね、ブッシュ政権ほどではないんですけれども、やはりその対中警戒論が述べられているという、こういうところがあります。それから対日政策については、これは私が申し上げるまでもなくですね、停滞しているというしかないんだというふうに思います。それからですね、あと、オバマ政権になって、やはり私は本当にやっぱり冷戦が終わったんだなというのを強く感じたのが、その米欧関係が非常に平穏というか、静穏というか、問題がないということです。で、これはあるヨーロッパのフランスの安全保障の専門家から言うと、現在の米欧関係の最大の問題点は問題がないということだというふうに。で、つまりアメリカからすると、もう冷戦時代はともかくとして、現在はもうヨーロッパの戦略的な重要性というのはもちろんはるかに低いわけですね。もう南アジアから中東にアメリカの戦略的な重要性というのはもちろんシフトしてますから、米欧関係非常に平穏、静穏、何もないということです。で、これは岸君もですね、オバマがアメリカで初めて その太平洋出身の、文字通り太平洋出身の大統領であると。で、これはもちろん偶然なのかもしれませんけれども、現在の米欧関係を、示す、なんでしょう、象徴というか、示唆というか、偶然とはいえですね、こういう米欧関係が特にヨーロッパから見るとですね、アメリカがこっちを向いてくれないという状況は、このという状況とオバマのこの大統領就任とか重なっているというのは非常に象徴的ではないかというふうに思います。で、もう時間もあれですね、15分ということで、あと数、2、3分で終わりにしますけれども、そのアメリカの対日イメージの改善、もしかしたらオバマの成果というのはこれが一番かもしれません。国際世論調査を見るとですね、アメリカに対する好感というのはどの地域、どの国においても改善しております。でもちろんこのイメージというのは実際の政策の成果が伴わないとやがてなくなっていくものなわけですけれども、しかしとにもかくにもですね、まずその国について良いイメージを持ってもらわなければ、その国の首脳がいくら政策をイニシアチブを出したとしても、それはこの国々は聞いてくれないわけでありますから、このアメリカのイメージをオバマが大きく改善したということは、もしかしたらオバマ外交の最大の成果なのかもしれません。それで3番目のですね、中間選挙の敗退、これはもう後で
3人の先生方が専門的にお話しされるというふうに思います。で、まあ、私がやはりその一番心配というか気になるのはやっぱりティーパーティーの登場、あるいはその躍進、それ自体がですね、もう内向きのアメリカ世論をよく示しているというのが大変心配なところであります。でさらに先ほど村瀬先生もお話になったように、上院はもう議席数がはるかに拮抗いたしましたから、まあ皆さんもすでにご承知のとおり、その米ロの核軍縮条約の批准を急いだのはですね、1月の新会期になったらこれどうなるか分かんないと、まだ民主党が有利なうちにですね、12月のうちにやっておきたいということがあったわけですから、そういった意味でもですね、その国内的な制約が中間選挙で深まったというのが懸念されるところであります。で4番目の、まあ、今後の展望なんですけれども、まあ、非常にこれもまあその一般的な書き方なんですが、まさにこのオバマ外交、これからまあ正念場を迎えるんだろうと。で、まあ、今まで2年間ということであれば、まだ時間がなかったとかですね、前の政権の負の遺産の整理に必要だったという言い訳は立ちますけれども、もはやそれはできないというところです。ただですね、やはり心配されるのは、そのまあ国内の失業率、経済の回復は依然として思わしくないということ。で、さらにその財政赤字がですね、1兆ドルを超えております。まあ、これはまあ日本も人の国のことは全く言えないわけですけれども、まあ、とてつもない財政赤字が出ております。でそれからまあ先ほど触れているその議会とその世論の内向きですね、議会もその内向きを深めていると同時に非常にその党派的な対立が、ギスギスした対立が深まっております。超党派外交というのはもうまさにその死後の世界に近い状況なわけでして、これをこういった制約もある。でかてて加えてですね、まあ、アメリカがそのもう金もうその今年来年もう非常に大きな問題を抱えている国々というのはいずれも中東から南アジアです。パキスタン、アフガニスタン、イラン、イラク、という、それからイスラエル、パレスチナの紛争の問題と。でこれらの問題はですね、もう歴代政権がもう頭を悩まして、特にパレスチナ、イスラエル紛争はまさにその通りですし、このアフガニスタンとイランの問題は基本的には私はオバマ政権はブッシュ政権のそれを踏襲しているというふうに思うんですけれども、まあ、アフガニスタンからはもうこの夏にもですね、一部の米軍を撤退させるということは、これはオバマ大統領の公約であります。で、ですから公約である以上これができて当たり前というところ、しかしそれがアフガニスタンの軍事情勢それを許すのかどうかということと、それからイラクの撤退問題もこれはブッシュ政権のタイムスケジュールに基本的に乗っ取って進めているわけですが、これももちろんできて、まあ、ある意味当然というところでありますから、それができなかった時のそのオバマの政治的なこのマイナスといいましょうか、その代償というか、これは非常に大きなものになるというふうに思います。でかてて加えてそのパキスタンが、まあ、こういうことを言うと非常に不謹慎かもしれない、果たして本当に大丈夫なのかと、核を持ったパキスタンがですね、そのちゃんとこれガバナビリティを持ってですね、その国として大丈夫なのかということも本当に心配でありまして、まあ、要するにその危機のですね、まあ、なんて言うんでしょう、もう地帯が辺に集中しているわけですね。でもう国内の問題がなくてもですね、これらの地域の問題に対処するには大変である、十分大変なわけですけれども、すでに申し上げている通り、その国内の制約、その財政赤字、景気回復の遅れ、を背景にですね、これらの その南アジアから中東の問題にオバマが有効な外交的なその成果を上げるだけ その外交ことができるのかということについてはですね、私は非常にその悲観的というか、もうこのもう現状維持がやっとであって、そこで具体的にですね、その肯定的な意味でのその外交成果を上げることは難しいんではないかというのが私今のところの観察です。ご清聴ありがとうございました。ちょっと長くなって失礼いたしました。ありがとうございました。大変限られた時間を守っていただきまして、中身の濃いご報告をいただきました。で引き続き読売新聞の飯山先生にお願いいたします。今紹介いただきました飯山です。非常に大きな話からいきなり内政のしかもえらい細かい話で、細かい話になりますけど、退屈せずに聞いていただければと思います。私の報告はですね、今回の選挙はやっぱりかなり注目されたのはティーパーティー運動なんですけども、アメリカの選挙では2004年ぐらいまでやっぱり宗教右派
宗教保守の運動というのがほとんどその大統領選挙の結果を左右するんじゃないかと、そこまで言われてたんですね。ところがその今回その宗教右派の運動というのはあまり見えてこない。そうするとじゃ あの宗教保守の人たちというのはどこに行ってしまったんだろうかと、ティーパーティーとその宗教右派、宗教保守あるいは福音派、そういうものとの関係はどういうふうになっているんだろうかということを少しあの統計資料を使ってですね、あの分析していこうという話です。で今日あの分析したのはですね、これはあのピューリサーチセンターというアメリカ の, あの調査会社の2010年の6月のものです。あの一番新しいものではないんですけども、これがあの中身が手に入る一番新しいやつだったんでこれを使いました。で最初にですね、あの宗教伝統系列別っていうその、福音派とか主流派とか、プロテスタント黒人プロテスタントカトリックっていうこういう宗教の大まかな分類をした宗教伝統系列というものがあるんですが、これごとにおいてそのティーパーティーの支持率がどういうふうに違うんだろうかというのをまとめたのはこのグラフです。で福音派っていうのはですね、ちょっといろんな定義があって、あの後で森先生からもいろいろご批判を受けるかと思いますが、ここではあの福音派っていうのはですね、プロテスタントの中で、あなたはそのボーンアゲイン、いわゆる改心、の経験を持ったことがありますかという質問に、イエスと答えた人、これをその福音派というふうにしています。というのはあのもうちょっと本当は詳しいあの定義をしなきゃいけないんですけども、この調査の中でそれ以外の項目がなくてですね、これが、採用するしかない定義だったんです。でそういう意味でですね、いきますと、そのこれ見て分かりますように福音派の支持率は非常に高いです。ティーパーティー、茶会というふうにあの簡単に書いてしまったんですが、ティーパーティー大体5割ぐらいが支持をしていて、不支持の人は、10% ちょっとぐらいしかいません。でそれに比べてですね、その主流派の方、これは大体 30% ぐらいが支持で 30% ぐらいが不支持と、この何も書いてない部分は意見がない人たちですね、いう形です。ですからこういう形でその福音派の人たちがですね、福音派というのは皆さんご存知だと思いますが、あの宗教保守と福音派というのは全く同じではありません。ただあの福音派は基本的に保守的なプロテスタントとかなり重なり合った人たちというふうに考えていいと思います。で、その福音派とティーパーティーの支持率というのはかなり重なり合っているということがこのグラフから見えると思います。でもう一つあのこのグラフから言えることはですね、あのこれ人種別に見ることもできるんですね。というのは黒人プロテスタントというのはあの黒人のほとんど9割ぐらいは黒人プロテスタントですから、あのこの黒人プロテスタントとそれ以外というのは黒人と白人というその区別で見ることもできます。そうしてみますと黒人の方は支持率が非常に低い、で黒人はだからティーパーティーに対して非常に反感を持っているということをここのグラフから言うこともできると思います。で、で次にちょっとあの違う側面から見てみますけども、これはあのティーパーティーを支持するかどうかっていうのを4段階ぐらいの指標で捉えてですね、でそれと他の団体とか他の意見、こういうものに対してそのティーパーティーの支持がどれだけ相関しているかっていう、その相関係数っていうものをあの算出したやつです。で、つまり一番高いのはこの共和党ですね、0.485 という数字が出てますが、これは何意味しているかというと、共和党に対して支持をしている人はティーパーティーを支持する人と相関しているということを意味しています。このプラスの数字というのはそのお互いにプラスで相関していると。でこの 0.485 というのはあのこういう社会調査の数字としてはですね、結構大きいんです。かなり大きいと言ってもいいかもしれません。であともう一つ、この数字は全部その統計的に優位です。ですからこれ全部関係がきちんとあるということを言っています。でそれを見ますとですね、共和党がプラスで 0.485 と、で民主党がマイナスの 3.338、 つまり民主党が好きな人はティーパーティーが嫌いだと、逆に言えばティーパーティーが好きな人は民主党が嫌いというその反対の関係を持っているというのがこのマイナスの数字です。でこれ見て、はっきりしているのはですね、その政党と の, その支持の関係というのは非常に近いと、つまりティーパーティーが好きな人と共和党が好きな人、ティーパーティーが嫌いな人と民主党が好きな人、その関係は非常に近いということです。非常に大きな数字を持っています。だけどもその次に大きな数字を持っているのはこの同性愛問題なんですね。同性愛について批判的な人、この数字の場合はですね、同性愛について批判的な人が批判的であるほどティーパーティーに対して支持が強い場合はプラスの数字になっています。ということはティーパーティーを支持している人とその同性愛について、同性愛問題で批判的な人
が非常に強く相関しているということなんですね。で、ティーパーティー運動というのは連邦政府に対するその不信感というのは非常にこう中心になってて、でここでマイナスの数字が出てますけども、これは何意味しているかというと、連邦政府を信頼している人はティーパーティーが、嫌いであると。逆に言えばティーパーティーが嫌いな人、好きな人は、支持している人は連邦政府が嫌いであるという、そういう関係を持っています。でただこの数字 2.225 というのが出てますが、 0.225 というのが出てますけども、同性愛よりも相関弱いんですね。つまり同性愛との関係の方がティーパーティー の、 その支持とつながりが深いという、そういう相関関係が出ています。であとですね、じゃあそのいろんなその社会階層、社会的な属性とそのティーパーティーの支持がどういうふうに関係しているかというのをざっと見ていきます。所得別、これも見れば分かるようにですね、高所得の人はティーパーティーの支持が高い、ティーパーティー、高所得の人は、ティーパーティーの支持が高いし、低所得の人はティーパーティーの支持が低いというグラデーションがここに出てきています。ですからこの、所得階層には関係しているんですけども、ただこっち側の方の不支持の方を見るとですね、そんなに変わってません。で、何が変わっているかというと、意見ない人が低所得の方が多いということなんですね。ということはその高所得、所得とティーパーティーの支持というのはおそらくこれ関係はあるんだと思います。非常にこう、なだらかな線を描いてますから。だけどもその低所得の方は、あるいはその教育の問題も含めてですね、その意見を持つほどのものを持ってない人が多かったという側面があるのかもしれません。学歴別、これはですね、あまり実は関係ないです。中卒というのがここにあって一番低いですけども、中卒というのはそんなに人数多くないです。高卒から以降はだいたい同じような支持率を持っています。年齢別、これも年齢が高い方がですね、支持が高くなっています。ただその差っていうのはですね、そんなに大きなものではありません。でじゃあ何が一番大きな差を生んでいるかというと、これなんですね。イデオロギーです。リベラルな人、穏健派、保守派、この3つに分けていきますけども、これとその支持の関係というのはものすごくくっきりとした関係を作ってます。つまりその穏健な自分を、そのこれはイデオロギーというのはあなたは自分をリベラルだと思いますか、穏健だと思いますか、保守だと思いますかということに答えに対して答えたものによるんですけども、自分をリベラルだと思っている人はものすごい支持が低いし、保守派だと思っている人はものすごい支持が高いと。でもう一つくっきりとした関係が出てくるのが政党支持です。でこれもその民主党支持者はものすごい少ない、共和党支持者はものすごい多いという関係が出てきます。それでですね、今までこうやってそれぞれ の、 個別のやつを見ていって、どうもそのティーパーティー運動というのは白人中間層の運動 で、 でその必ずしもその共和党と共和党の応援団ではないんだと、あるいはその中に民主党の支持者もいるかもしれないし、今までの共和党民主党との関係とはまた別のところで動いているんだというような一部のこう考え方もあったんですけども、それはやっぱこう覆されてですね、かなりやっぱイデオロギーと政党、その非常にパルチザンな運動なんじゃないかということがこの分析で出てくると思います。でただこういう個別の分析というのはお互いにそのなんていうか見かけの相関というのがあって、他の理由で変化しているのを代表しちゃってるんじゃないかって、そういう、こと疑いも出てくるわけですね。でそれを除いてですね、その要素だけがどういう意味を持っているかっていうのを分析するためには、この多変量解析っていうのをやります。でこれは何を意味しているかっていうと、ここに今イデオロギーとか世帯収入とか教育とか年齢とか性別とか、今個別に、その支持率を出したやつを、出してますけれども、この要素をですね全部そのいっぺんに、投入して、でそれがそのティーパーティーの支持にどれだけ影響しているのかっていうのをその全部まとめて分析するのがこの多変量解析です。で何がいいかというと、ここにベータというのが数字が出てますけれども、これはその厳密にお互いにどういう関係があるかっていうのを比較できるんですね。つまり、この数字が大きい方がティーパーティーの支持に対して大きな役割を持ってるっていう、その比較ができる数字がここに出てきます。でもう一回見ていくと、このイデオロギーやっぱり一番大きいですね、 0.431。 これ何意味してるかというと、
世帯収入が全く同じ人で、教育レベルも同じ人で、年齢も同じ人で、性別も同じで、アメリカ生まれの人でと、全く同じ人を全部集めてきたときに、イデオロギーが保守的な人はそれだけティーパーティーに、支持が高いっていう、そういうことを意味します。でここで言ってるように、やっぱりその 0.431 といって、イデオロギーは非常に高い数値を持ってる。つまりイデオロギーで、ティーパーティーの支持というのは相当に変わってくる。それがここで出てくるわけです。で、ただこのイデオロギーというのは、皆さん直感的に考えてお分かりになるように、保守的な人はティーパーティー好きに決まってるじゃないかというところがあります。つまりイデオロギーというのは他の要素の影響をかなりこう外してしまう可能性があるので、ちょっとですね、これ参考までにイデオロギーを外して、同じくその回帰分析をやったのがあります。でこれを見るとですね、やっぱりその福音派であると、福音派であるかないかということによって影響が 0.286 っていう結構高い数字が出てきています。つまり福音派であるかないかということが、そのティーパーティーの支持するかしないかということに対してかなり大きな影響を持っているということがこの数字から言えるわけです。それでですね、今いろんなこうグラフを出して説明したんですけども、何が言えるかというと、さっきもちょっと言いましたけども、ティーパーティー運動というのはやっぱりこれは党派的な運動なんじゃないだろうかと。支持、ティーパーティー運動をやっている人間たちそのものは必ずしもその共和党の完全な、応援団というつもりはない可能性もありますし、そういう人たちもいるわけですけども、じゃあその支持層をどういうふうに見ていくかというと、やっぱりその共和党を支持する人がティーパーティーを支持して、民主党を支持する人がティーパーティーを嫌いでと、あるいはイデオロギー的に保守がティーパーティーを支持して、イデオロギー的なリベラルがティーパーティーを嫌っているという形が出てくるわけです。で、だからこれはその今までのイデオロギー その亀裂軸、それと大して実は変わってないというか、まあ当然そうなんで、イデオロギーの亀裂軸って一番大きいのは大きな政府か小さな政府かっていう、その財政問題をめぐる亀裂軸なんですね。でこのティーパーティー運動っていうのは、その まさにそのイデオロギーの中核にある財政問題をめぐって非常に保守的な運動を始めたのがティーパーティーですから、つまり今までのイデオロギーの軸とほとんど変わらない形で、ティーパーティー運動というのは始まってきたと。でこれは非常に党派的な運動であると。で同時に、ティーパーティーと福音派、ティーパーティーの支持とそれから福音派というものは非常に重なっていると。だから、福音派がとそのティーパーティー、要するに、まあ、福音派を宗教保守というふうにそのまま言ってしまうわけにいかないんですけども、ただその宗教保守層と福音派のティーパーティー運動というのは実はかなり重なっているんじゃないかというのがここら辺のところから言えると思います。で、次にですね、じゃあ、福音派はそうやってそのティーパーティー運動を支持してきたと。で今回 その選挙に影響を与えてきたと。だけどもじゃあなんでその福音派の人たちというのは、ちょっと前まではその人工妊娠中絶とかですね、それから同性愛問題とかそんなことばっかり言ってきたわけですね。で彼らなんで今回それをほとんど言ってないんだろうかと。要するに選挙の前面ではほとんど、まあもちろん中絶問題なんかも端々には出てくるんですけども、メインのテーマとなったのは財政問題で、その大きな政府か小さな政府かと、健康保険改革をどうするかって、そういう問題になったわけです。で、なんでじゃあその福音派の人たちはこれだけ影響力を持っていながら、そういう宗教的な問題について言わなかったのかというところが次の問題になるわけですが、ちょっとその前にこのグラフを見ていただきたいと思います。でこれはですね、これ主成分分析というちょっと複雑な分析をやって作ったグラフなんですが、簡単に言ってしまうとですね、1972年から2008年までの流れを見てるんですが、で政党支持、これは共和党か民主党か、それから保守リベラル、それから人種問題、そして大きな政府か小さな政府かという財政問題、それから中絶問題、これは宗教保守のテーマですね。この5つのテーマがどれだけパッケージ化されているかというのを示したグラフになります。つまり、この数値が高ければ高いほどですね、それぞれの問題が同じようにこうパッケージになって絡み合っていると。つまり、例えばですね、この1970年代72年見ますと、政党支持と保守リベラルイデオロギーと、それから人種問題と大きな政府ってほとんどみんな同じ数値を持ってます。
ということは何を言ってるかというと、保守的な人は人種問題でも保守だし、それから財政問題、大きな政府小さな政府の問題でも保守だし、政党は共和党を支持してるし、という形で それが全部こう一体化してるわけですね。でその一体化というのはずっとこの2008年のまでの間ほとんど変わってません。つまり、伝統的にそのアメリカ の, そのイデオロギー保守とリベラルというのは、まあ、基本的にはその大きな政府か小さな政府かというニューディールの時にできた亀裂軸と、それから人種問題と、それからあとは外交問題、これに入ってないんで残念なんですけども、外交問題と、こういうようなものがその保守とリベラルを分ける亀裂軸だったんですけども、その亀裂軸というのはみんなそのごちゃ混ぜになってずっと一体化したパッケージとして70年代から2008年まで続いているわけです。ところがここにあるこれが中絶問題、宗教保守のテーマですが、これだけ違います。これ1972年には数値非常に低いわけです。でこれは何を意味しているかというと、政党、要するに自分はものすごい保守であると、それから共和党を支持していると、人種問題でも保守で、小さな政府が主張していると、そういう人でも宗教的に保守であると全然限らないと、この要するに宗教保守の問題というのは関係ないパッケージの中に入ってなかったわけですね。でその自分は中絶は絶対反対だと言うんだけども、だけども福祉政策は大きくしてほしいとか、大きな政府の方がいいんだという人がいっぱいいたということをこの乖離は示しているわけです。でところがそれがこれ見て分かるようにだん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 こう上がっていって近づいてくるわけです。つまりどん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 こうパッケージ化されていって、宗教保守のテーマっていうのが他の、保守リベラルのテーマに近づいていく。つまりだんだんその中絶問題で保守的な人はやっぱり小さな政府がいいと、中絶問題で保守的な人は、大きな政府に、好きな人はだんだんいなくなってきたって、そういう経過をこのグラフは示しています。で、じゃあそれがどういうことを意味しているかというと、要するにまあ一体化していったということでですね、その福音派のティーパーティー支持者が多いというのは、こうやってもう近づいていったから、財政的に保守の人も宗教的に保守的な人も結局はその財政的に保守というその保守全体の思想を全部受け入れるような、そういう人たちが増えてきたということになるわけですね。でその結果、ティーパーティーと宗教保守というのは全然矛盾しなくなってきたと。だからそのまま宗教保守層というのはそのままティーパーティーの支持層にこうなだれ込むことができたと、そういうようなことをこのグラフから読み取ることができるわけです。で、あと何分だ、終わりもう一つだけ最後にですね、じゃあそのなんでその今回はその宗教保守的なテーマが選挙のテーマにならなかったかということなんですけども、これは今近づいてきたと言ったんですけども、近づいてはいるんですが一体化してないんですね、完全に。つまりまだここに乖離があるわけです。でこの乖離があることは何を意味しているかというと、保守の中で宗教保守的な人は相当増えてきたんだけども、まだ宗教保守でない人はいっぱいいるということを、ここに示しているわけです。半分ぐらいしか、半分というふうには言えないんですが、まあ、かなりまだ残っているということは、宗教保守のテーマってディバイシブなんですね、分裂を生む、保守陣営の中に分裂を生むテーマになってしまうわけです。でそうすると共和党が選挙で負けるとですね、必ずその宗教保守の責任になります。でその1990年代に起きたんですけども、94年 の, 大あの中間選挙で、共和党が勝ってですね、でそれからその非常にこう保守革命みたいな形での運動が始まったわけですが、96年の選挙で、大負けします、共和党がですね。でその時に共和党内部では、これはその宗教保守の連中が過激な右翼運動をやったからそれで負けたんだと、お前の責任だという、そういう話になってきた。でその結果、その共和党の中でですね、宗教保守の力ってどんどん弱くなっていきます。で2000年の選挙の時には宗教保守っていうのは実はあんま表に出てきてない。だからその、選挙に負けた後、その宗教保守っていうのは大体こう責任を取らされる形になるわけです。で今回も2008年の選挙終わった後ですね、やっぱりオバマ大統領が勝って、で共和党負けたと。でその時にも同じような、そのなんで負けたんだという議論が党内で非常に強くありました。でその時もやっぱ同じように、宗教保守、この過激な保守が、原因で共和党負けたんだという議論になりました。でだからそういう意味で、その宗教保守というものを前面に出した選挙というのは今回できなかったわけです。だから今回は、宗教保守というものはテーマとして、出てこなかった。要するにそういうものを口に出していくのはなんとなくはばかれるような雰囲気があったわけです。
じゃあそれがその宗教法人が消えたということかというと実はそうじゃなくて、ここで見られるように要するに保守と他の今までの伝統的な保守リベラルと宗教法人というのはもうかなり一体化していって、まとまってきた一つのこう塊パッケージになってきたということが真相なんじゃないかなというのがこのグラフの説明です。すみません、遅くなり長くなりました。時間を割かせまして大変申し訳ございません。統計を用いた大変実証的なご報告をいただきました。続きまして、共同通信社の相田先生にお話を伺います。ちょっと出るまで時間がかかるので、すいません、別のパソコンを使っているもんで、私の説明は、まあ、短い時間ですけど、今、飯山さんが大変精緻な、いわゆるデータを使った説明がありましたが、その背景にあるなんていうか、ナレティブの問題というか、そういう言説の問題ですね、それが何なのかということをちょっと皆さんにご説明したい。つまり、まあ、言説というのは思想の問題なんですけれども、まあ、思想というと話が大きいんですが、人々のものの考え方の話です。それで今どういうそういう言説がアメリカの中でこのティーパーティー運動を中心にして起きているのかということで、まあ、今お手元の資料とちょっと外れますけれども、飯山さんが大変重要な指摘があって、宗教、まあ、保守の人たちとそれから一種の小さな政府を求める旧来間の保守の人たちがこう一つに合流し始めている、まあ、それは私の話でも中心なんですけど、なぜこれら二つというのはどうも随分違うものの考え方だというふうに捉えられるわけですね。つまり、まあ、小さな政府を求める人たちというのはいわゆるリバタリアン、個人の自由を最大限拡大したいと、そういうことを望む人たちなわけですが、これはアメリカの思想史の中ではずっと長い流れで、まあ、僕の見立てではいわゆる第二次世界大戦前はおそらくアメリカの保守というのはリバタリアン型以外にはほとんどなかった。つまりアメリカの保守というのは、これはまあハイエクという人が自由の条件という本の後書きに書いてますけど、彼はヨーロッパにおいては自分は自由主義者なのに、アメリカへ来ると保守派と呼ばれると、これは何なのかと、私はなぜ保守主義者ではないのかというエッセイを書いてるんですが、それは彼は自由主義者である私が、ごめんなさい、保守主義者になってしまうのはなぜかという疑問を呈しているわけです。でそれは、まあ、アメリカではリバタリアンと呼ばれるその自由の極限を求める人たちが保守というふうに位置づけられている、それは極めて日本ともちょっと違うし、ヨーロッパとも違う不思議な、まあ、アメリカの思想の形、それは もちろんその建国からのアメリカの国の成り立ちを考えていくと分かることなんですけれども、まあ、そういう思想がアメリカでは保守とされているということです。でそういう中で宗教派というのはどちらかというと、あるいは宗教保守の人たちというのは、まあ、かなりこういろんな生活の規制を好む人たち、中絶をしてはいけない、あるいはこういうことをしてはいけない、まあ、そういう極めて規制的な傾向を持っている人たちのはずなのに、なぜこの2つが親和性を持つようになったのか。でこれはある今度のティーパーティー問題を受けて、あるその思想家が言っていることなんですけど、この2つに抱えている共通の問題点が見えてきた、あるいはあるんだと。それはさっき飯山さんの表にあったように、ここ20、30年、あるいはまあ30、40年、いわゆるロー&ウェイドと呼ばれる妊娠中絶の最高裁の判決などをはじめとして、いわゆるアメリカにおける近代化の進展が連邦政府の力をどんどん大きくして、それで宗教派の人たちも、我々は連邦政府の拡大によって自分たちの自由、宗教、信仰を壊されていると、そういう認識を抱くようになってきている。つまり双方ともアメリカの近代の進展、それはどんどんその中央政府が人の生活にいろんな指示をしてくる、形が生まれてくる、その中で共通して同じような
ビクティムになっているというか被害を受けているんだと、そういう意識を持つようになっているためであるという分析をしています。まあ、それは後ほどまたお話しすることにして、まあ、今回、まあ、中間選挙のアメリカ、そのティーパーティー運動の思想的背景ということで簡単にお話しますけど、まあ、左にあるように今まさにティーパーティーが大流星であって、オバマ大統領は困ったような状態、まあ、これが今のアメリカの状況なわけです。で、まあ、あれこれ逆でしたっけ、まあ、選挙結果は先ほどお話があったので、まあ、今回の選挙でこういうことになっている、まあ、民主党は上院でも大変6議席を減らし、下院では、共和党がその選挙前、に比べて、まあ、多数派を占めるようになったと、まあ、これはちょっと図で皆さんに今の選挙の最終的な状況をちょっとお示しすると、私の配った紙で頭の上に書いてありますが、この辺はもう端折って、実際の問題、これは、まあ、アメリカ中でどういうことが起きたかということをちょっとこう図で見ると、この赤いところ、特に 赤いところで薄いところが今度共和党が新しく議席を占めたり、上が下院ですね、左が上院、それから右が、知事選挙、下の右ですね、青いところが、まあ、民主党で、薄青が、ちょっとこれ見にくいですけれども緑っぽく見えるところかな、が新しく民主党が、議席を得たところというようなことになっています。まあ、これは今まで皆さん見慣れた、つまりアメリカ中心部において依然として共和党が極めて強い状況、これ変わってない。で、まあ、こういうふうにして、今回選挙で、これ無党派層の問題は後ほど今回の事態と絡めて説明します。まあ、こういう共和党の選挙の 対象の背景には、まあ、ここに見られるようにティーパーティー運動というのが、でここに書いてある通り彼らの主な主張というのはダウンサイズガバメント、まさに政府をもっと小さくしようと、なんでそんな、まあ、特に、ブッシュ政権最後のさまざまな、まあ、GM の救済だとか、あるいは、AIG の救済だとか、どん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 と景気回復のために行われている、まあ、政府によるさまざまな企業救済措置、あるいは住宅ローンので、家を、まあ、失いそうになっている人たちに対する救済措置、そういったものに対してなぜそういうことをするのか、これアメリカの基本的な理念と反してるんじゃないかというようなところから起きてきた運動なわけです。で、まあ、そういう話はちょっと時間がないので端折って、まあ、ティーパーティー運動の中でちょっとみんながよく指摘して気がついたことであるんですが、このガス電気っていうのがよく運動の中で、こうデモンストレーションの中で、よく目立ったと。で、Don't tread on me って書いてある。実はこの旗はある意味でアメリカの先ほどのリバタリアン的な傾向を表彰するシンボル的な存在である。で、実はこの Don't tread on me っていうのは、まさに、まあ、アメリカ独立以前からアメリカ使われてた旗で、これ、まあ、ガラガラヘビですか、私を踏みつけるなっていうことですけど、まあ、今どういう意味で使われてるかっていうと、私の領域に手を出すなっていうか、私のことに構うな、俺にちょっかい出すな、そういうことですね。で、これが、まあ、今 そのアメリカ人たちの、特にティーパーティー運動の人たちのムードである。極めて、何を言いたいかというと、極めて古いアメリカ人がずっと持ち続けている一つの思想というか、ものの考え方を表彰している。で、そのことがこの中に、まあ、象徴的に出ているんじゃないかということです。で、まあ、これは、ちょっと話がなくなるので、この辺は資料で見ていただいて、少し端折りますが、茶会支持者というのは、まあ、かなり、ティーパーティー支持者というのはかなりアメリカ人の中で、大きい 40% 前後の比率を占めていると。共和党では 70% ぐらいまでいっているという、まさに共和党支持者の中に多いわけですが、で、まあ、そういうティーパーティー運動が起きた背景は、まあ、これも資料を後読んでいただいて、まさに景気動向が背景にあるわけで、その中で、こういう運動が前面に、保守派の運動の中で前面に出てきたということです。で、まあ、これも重要なことなんですけど、で、先ほど、飯山さんから説明がありましたが、共和党支持者が多いというのは、僕はそれは結果的な話で、実際に、まあ、
先ほどのピューの統計が取れたときはもうかなり時が経って、まあ、昨年の6月ぐらいですか、このボイリング窓っていう、ニューヨークタイムズの記者がずっとティーパーティー運動初期から、まあ、記録しとるというかそのルポルタージュしてる本ではっきり分かることはティーパーティー運動は最初の段階ではやっぱりブッシュ政権に対する反発として起きてくるんですけど、つまりブッシュ政権が行ったさまざまな企業救済措置にそれをどん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 と共和党がその組織化していく、しかし激しいその反発も中から起きている。ティーパーティーのティーパーティーの人たちは共和党も自分たちの敵ではないかっていう最初は思ってるわけですね。でもその中でまあ小さな政府っていう、まあシンボルを軸にして、ずっと共和党側に組織化されていくと、そういう様子が見えます。で現在ではおっしゃる通り、あるいは先ほど の選挙の時の出口調査で見られている通り、昨年の、まあ、後半には共和党の7割ぐらいがティーパーティーの支持者というような状況になってきているということだというふうに僕は見ています。それではこれそのアメリカの歴史的なそういう思想運動というかな、まあ、ものの考え方の運動で見るとどういうことなのか、まあ、ちょっと時間が短いので、端折って言いますが、僕はリバタリアン運動でありポピュリズムの運動である。ポピュリズムの運動ってのは何か、まずリバタリアン運動ってのは、まあ、先ほど言ったようにアメリカで最もある意味で古い形の保守的なものの考え方の運動で、まあ、ちょっとここには後ほどどっか書いたところあるかもしれませんけれども、反復的に僕はアメリカ史の中でリバタリアン的な衝動を、リバタリアン的なものの考え方が大きくこう波を打って盛り上がってくる。でそれはちょうどちょうど森先生から何か説明があるかもしれませんが、ちょうどアメリカでそのアワイクニングって呼ばれる宗教復興運動みたいのが波のように何度か歴史の中で反復してくるのと同じように、リバタリアン的な衝動は何度か、これはまあおそらく景気の動向とも関係していると思うんですが、アメリカは景気が悪くなると政府に何かを救済してもらおうって考えるよりも、人々はどうも政府はちょっかいを出さずに自分たちの力で何かしたい、あるいは自分の生活の中で処理したい、自分でやりたい、まあ、どうも我々とは違ってそういう衝動を持つ人がかなりいる。でそういう人たちがその政府にほっといてくれ、我々自身一人一人やりたい、かなりインディビジュアリスティックな個人主義的な運動でもある、そういう運動が盛り上がってくる。でどういう形頻度で盛り上がってるか、これもおそらく30年周期だっていうふうに僕は見てるんですけれども、まあ、これもおそらく今後どうなるかっていうところで変わってくるのではないかと思いますが、1890年代ぐらい、おそらくはラバーバロンズっていうか、いわゆるまあ、激しいアメリカの資本主義、資本家主義がこう流盛になる時期、があるわけですけど、その頃それから1920年代ぐらい、アメリカ人の思想がものすごくリバタリアンだった、つまりちょうど大恐慌の直前ぐらいですね、そういうアメリカ人自体のものの考え方にそういう傾向が見られる。それからおそらくアイゼンハワー、50年代ぐらいのアイゼンハワー政権時代というのはやっぱり、まあ、その頃新しい形の保守主義運動も起きてくるんですが、リバタリアンな潮流が強い、それからもちろんレーガンが出てくることによってその潮流が強まる、それからまた現在そういう状況に近づいている。でこれはおそらく景気動向の波とどっかつながるところがあるかもしれないんですけれども、景気動向が悪くなるとリバタリアン的なその潮流が高まるということが見られるような気がします。でまあそういうリバタリアン運動でそれを起こす形としてポピュリズムっていう形のモデルを使うっていうか、を基礎としていく、まあ、僕は、まあ、今回起きているのは、まあ、ポピュリズム、ここに書いてあるとおりポピュリズム的な運動でありリバタリアン的な運動である。ポピュリズム的な運動とは何かって、これはなかなかちょっと難しいんですけど、アメリカ的なポピュリズムについて一つの、まあ、若干のいくつかの定義がなされるかと思います。でこれは、まあ、マイケル・ケイズンというポピュリズム研究の、まあ、最も優れた学者がいくつかのことを言ってますが、ちょっとここには皆さんのお手元の資料にはないかもしれませんが、ちょっと後ろの方に置いておいたので、
ごめんなさい。これがちょっと英語のままですいませんけれども、マイケル・ケイジンが言ってるそのポピュリズムの衝動の特徴のいくつかです。まず一つは Images of conflict between the powerful and the powerless、 つまり権力を持った者と権力のない者たち、あるいは力を持った人たちと力を持ってない人たちの間の戦いだというイメージ。今そのティーパーティー運動もそういうイメージの中で運動が進められている。我々は力のない一般的な市民だ、それに対して政府権力は好き勝手なことをやって好きなだけ金を使って GM や AIG 救済したり、まあとにかくやりたい放題のことをやってる。パワフルとパワーレスとの間のコンフリクトというイメージですよ。これは必ずしもそうだっていうんじゃなくて、そういうイメージを作り上げていく。それから Elites who ignored, corrupted and betrayed the core ideals, ideal of American democracy。 エリートは、まあここはエリート、いわゆるパワフルっていうのをどういうふうに彼らが見てるかっていうと、まあ、力を持った者エリートたちはアメリカの民主主義の中核的な理想を裏切ってる、あ、ごめんなさい、というようなことを言ってる。それから、もう一つの特徴はパワーズ・ダット・ビーっていうのは、これもやっぱりエリートとかパワフルと一緒ですけど、トランスグレッシング The Nation's Founding Creed、これは我が国のアメリカという国家の、まあ、早々期のっていうか、まあ、国が生まれる時の心情を踏みにじってる。それから、まあ、この下のところはそういう形でアメリカのポピュリズムっていうのは一方でディバイドするような作業、作用を持ちながらバインドするような作用も持ってる、まあ、そういうことを言ってるわけですけれども、いずれもやっぱりこの特徴を今ティーパーティー運動は備えてる。ティーパーティー運動は憲法をもう一度憲法 のそのままを守ろう、そういうような主張を激しく、まあ、言ってるわけで、アメリカのデモクラシーあるいはアメリカの建国の理念をもう一度変えろうというようなことを主張しています。その時に、まあ、このいくつかの要素の上に先ほど言ったそのリバタリアン的な衝動が乗っかっている、それは まさに景気動向が悪くなったからだ、まあ、そういう形の運動が起きているんだというふうに僕は解釈しています。それで、まあ、もう時間が少ないので、皆さんにお配りした紙の2ページ3ページにかけて、下の方に3つの TP 論っていうのを書き、まあ、これいくつかの場所で僕が発表してきたことなんですけれども、ティーパーティーをめぐる、まあ、言説っていうか、これをどう理解するか、あるいはどういうふうに解釈するか、アメリカ自身はそういう解釈をしながら、まあ、ティーパーティーという一つの、まあ、神話的な形で始まった運動が起きているわけですけど、まあ、その点については後ほどまた時間を見て説明しますが、それをどう自分たちで理解していくか、どういう形でそれを解釈していくか、まあ、それが作用、反作用の形で知識人のそういう解釈とそれから人々の動きというのがいろんな複雑なインタラクションを起こすわけですけれども、僕が極めて、まあ、注目して、まあ、まだこれを超えて面白いものは出てないんじゃないかという解釈3つあります。1つは、まあ、ジョン・ディズスというニューリパブリックで、書いている、まあ、有名な評論家が書いたそのこの運動には右側の方になってますけど、3つの点に注目している、ピューリタン的なアメリカ衰退論、それからジェファソン的な反国家意識、これは、まあ、リバタリアンのにつながっていく意識ですけど、それからジャクソン的な生産者主義、これはやっぱりその一生懸命働く人が偉いんだ、一生懸命物を作る人が偉いんだって、そういうものの考え方ですね、まあ、こういう3つの要素が複雑に絡みながらその運動に流れている、これが一つのそのティーパーティーに関するティーパーティーをどう解釈するかということで、またこれがティーパーティーの人たちにいろんな影響を与えていくと思うんですけれども、そういう見方が一つある。それからマーク・リラっていう、これは今コロンビア大学、シカゴ大学からコロンビア大学に移った思想史家の分析で、これはニューヨークレビューオブブックスの中で彼が展開したティーパーティー運動への彼の解釈ですけれども、ここにはちょっとオートノミーって書いてありますが、戦後アメリカは一貫してそのプライベートオートノミー、これはなかなかちょっと難しいんですけど、個人の自由の領域っていうふうに、まあ簡単に考えていいと思うんですが、それをずっと広げてくること、それは右側の運動も左側の運動も同じようにやってきた。つまり60年代のいわゆるレフトのニューレフトだとかの激しい運動も、結局それはやっぱり例えば妊娠中絶を
めようとか女性の権利を認めようとかそういう形で個人の領域を拡大してきた。で、右側の運動は経済的な領域で社会的な問題じゃなくて経済的な領域で個人のオートノミーを拡大しようとしている。ずっと一貫して右でも左でもその個っていう領域の拡大の流れがある。その中で今度ティーパーティーの運動も起きてるんだと。これはもう戦後アメリカの一貫して右でも左でも同じ衝動を持って動いてきた運動の流れである。それからもう一つ注目しているのはナショナルレビューというアメリカの保守派の雑誌の中で、その論客コンティネリという論客が展開した。この運動の中には2つの顔がある。一つは、後ほど問題になるかもしれませんが、宗教保守派の人も含めて若干そのナティビスティックな、つまり何かよそ者を排撃するような、そういうちょっと強硫なところが見える。しかし一方でそのリバタリアンなものも見える。2つの顔が見える。でリバタリアン的なものを軸に進めばこの運動は成功していくだろう。しかしそのナティビズム的なもので動くと衰退していくんじゃないかと、そういう予想をしているわけです。もう時間がないようですから、そういういろんなさまざまな言説があるということで、これから、こういうティーパーティー運動を抱えながらアメリカは新しいさまざまなその議会のテーマが出てくるわけですけれども、これから先どうなるかっていうと、かなりいろんな問題で内向きになるし、ここに出てきているように医療保険改革の撤廃なんていうことも訴状に上ってきている。その中で先ほど言ったようにティーパーティーの人たちは極めてそのアメリカの、原点に戻るような、例えば州権論っていうか、連邦政府が決めたものを州が撤廃してもいいんじゃないかっていう、その中でさまざまな州間のパクトみたいなものを使ってやろうというような議論が出てますけど、州が連合を組んでこの医療保険改革をやめさせよう、ちょうど南部が分離していくときのような考え方、さまざまな古いアメリカの考え方が顔を出してそのアメリカの政治に混迷を起こしていくんじゃないかというのが僕の今のところの見方です。ちょっと時間が長くなりましたけど、どうもありがとうございました。ありがとうございました。非常に、奥行きのある対極的なお話を伺いました。すでに、15分ほど時間が遅れておりますが、早速森先生に次のテーマでお話しいただきたいと思います。それではティーパーティーのと福音派の多様化というテーマで、お話をさせていただきたいと思います。で、私はこれで考えたいと思っていることは何かというと、宗教右派というのは一体どこに行ったのかということが1点ですね。それからもう1点は、このティーパーティーと宗教右派との関係はどうかということを考えていきたい。そしてそれを考える過程でといいますか、あるいはその結果として、現在の福音派が多様化しているということについてお話をしていければというふうに思っております。で、この一番初めこの表ですね、これはここに書いておきましたけれども、このブルッキングスが行いました選挙直後の出口調査も含めての直後の表なんですけれども、結局あなたは今回の選挙でですね、何を一番重要視して投票したかということなんです。で、これ見ますと、経済全体ではですね、経済がこう 47%、 それからヘルスケアが 19%、 それからこの政府のサイズと役割が 16%、 でこういう数値を示しております。で、ここでこのエヴァンジェリカル・プロテスタント、ブラック・プロテスタント・キャトリック、それから宗教所属のない人というので、これ違いがこう書いてあるわけですけれども、注目したいのはこのエヴァンジェリカルですね、福音派の人たちが何を問題にして投票したかというと、従来ならばですね、ここの同性愛の合法化の問題だとか、あるいはこの中絶の問題なんですけれども、同性愛の問題を最重視したというのは 3%、 中絶で 7%、 でカトリックは中絶 6%、 でも
全体とすればやはり経済とそれからヘルスケアとそれから政府のサイズというのでですね、全く違わないと。エヴァンジェリカルズも他のグループと同じように今回の選挙の争点というのはこれは経済と小さな政府であったということがこれで示されているのではないかと思います。で、次の調査はですね、これは10月に行われました、先ほど相田さん の発表の中でも紹介されていたんですけれども、パブリック・レリジョン・リサーチ・インスティテュートというですね、公共宗教研究所、そこが行った、選挙における宗教とティーパーティーの関係についての調査なんですが、これの一番最初のところにですね、このまとめがあるんですね。で、これの翻訳は相田さんのレジュメの中に出ていました。で、ここちょっと注目したいんですけれども、どういうことかというと、ティーパーティーの 47% の人が、ここ注意してください。Religious Right or Conservative Christian Movement ですね。だから、宗教右翼か、あるいは保守的キリスト教徒ですね。なのかという問いですよ。ね、だから、宗教、47% の人は、宗教右翼あるいはコンサーバティブクリスチャンムーブメントのメンバーでもあるというふうに答えてるっていうことなんですね。で、そしてその次ですけれども、ティーパーティーはこのいわゆる有権者の 11% であると。ところがコンサーバティブクリスチャンムーブメントのパーセンテージっていうのは 22% なんだと。だから半分なんだということですね。これ約3000人を対象にした調査なんですけれども、僕はこの調査は重大な欠陥があると思います。で、それは 何かというとですね、それは私の今日のお話のタイトルに書きました福音派の多様化ということについてですね、気づいていない。で、ということはどういうことかというと、Religious Right とコンサーバティブ・クリスチャン・ムーブメントを一つに考えてるんですよ。だからおそらく問いでですね、あなたはレリジャスライトあるいはコンサーバティブクリスチャンムーブメントですかとのメンバーですかというこういう問いを出してるんですね。で、すると 22% がそうだというふうに答えてるんですね。で、実はですね、私はこういうふうに定義してるんですけれども、コンサーバティブクリスチャンムーブメントっていうのはこれは福音派エヴァンジェリカルズを意味すると。だからエヴァンジェリカルズは 22% だとですね。ところがレリジャスライトはどうなのかというとですね、このコンサーバティブクリスチャンムーブメントの一部なんですね。で、今までの調査でいうと大体半分です。だから宗教右派とはどう定義するかというと、それは福音派の中で政治化した人々、すなわち自分たちのこの福音派の信仰を価値観を政治に反映しようとする人々、それが宗教右派であると。で、宗教右派というのは大体約半数、福音派の半分であるというふうに捉えたらいいと思うんですね。ということはどういうことかというと、 22% って言ってたわけですから、 22% の約半分、 11% が宗教右派だというふうに読み取れるんじゃないか。で、そういう欠陥があるんだけれども、この調査自体はですね、非常に面白い。だから読み方を変えていけばですね、面白い実態が見えてくるように思うわけです。この表はどういうことかというと、オーバーラップなんですね。だからティーパーティーとクリスチャンコンサーバティブ保守派と、それとリパブリカンパーティーのこのオーバーラップですね、これを扱っているわけですが、共和党はちょっとのけます。こういうことです。ここ一番上ですね、ティーパーティーオール、ティーパーティー全体での中で 47% の人がクリスチャンコンサーバティブズだよと、こういうことなんですね。で、ここで注意したいのはここです。クリスチャンコンサーバティブズの中でティーパーティーだと、クリスチャンコンサーバティブズで同時にティーパーティーのメンバーであるというふうに答えている人は 23% ということなんですね。ということはどういうふうに計算したらいいかというと、このコンサーバティブクリスチャンムーブメントイコールエヴァンジェリカルですけれども、これは 22% だと。で、
22% のうちの 23% がですね、福音派であり同時にティーパーティーのメンバーであるというふうに読み取るべきだと思うんですね。ということはどういうことかっていうと、それは 5% です。22% のうちの 0.23 というのはこれ 5% である。ですから有権者のうちの 5% がですね、福音派であり同時にティーパーティーに参加した人というふうに見るべきではないかというふうに思うんですね。で、自分はティーパーティーのメンバーであるというふうに答えた人が、これが有権者の 11% ですから、11% ですから、そのうちの 5%、 約半数が、ティーパーティー構成員の半数が福音派であると。で、半数は、福音派でないということが言えるでしょう。あるいはこの宗教派もおそらくこの 11% ですから、その 11% のうちの 5% がティーパーティーに参加したと。でも宗教派の約半数はティーパーティーに参加していないというふうに読み取っていけるのではないかというふうに思います。もうちょっと時間ないので、ティーパーティーの教派所属は飛ばしますけれども、結局宗教派の中でですね、半分がティーパーティーに参加して、半分はティーパーティーに参加しなかったということですから、宗教右派も今回の選挙では一枚岩ではなかったということですね。で、それ以上に福音派は多様化していて一枚岩ではない。で、その福音派の多様性について今からお話ししたいと思うんです。ちょうど1年前、リチャード・ザイゼックという人を招きました。これは福音派のアメリカのリーダーであってですね、彼は、もう27年間かな、福音派の全米の団体であるですね、アメリカ福音主義連盟の副会長を務めていたんだけど、彼は追い出された人物であったわけですね。で、彼にインタビューすると彼はこう言いましたですね、福音派の中の 20% はどんな選挙においても常に民主党に投票する人であると、ね、デモクラティックエヴァンジェリカルズというふうに彼は言うわけですけど、福音派の中にはそういう人が 20% いるんです。彼らはいつもですね、福音派はいつもリパブリカンを支持しているわけではないんですね。で、次に紹介してしたのはですね、これはクリスチャニティ・トゥデイという福音派の雑誌です。これは1950年代にできた福音派を代表する雑誌であって、まあ、これ以上ですね、有名な福音派の雑誌はない。で、福音派の特に、まあ、中道を中心にですね、多くの読者を集めている雑誌なんですけれども、これが2010年の重大ニュースというのをですね、このか載せてるんですね。これ見ると非常に面白くて、半分、5つぐらいは国際問題です。で、5つぐらいは国内問題で、国際問題というのはどういう問題かというと、例えばハイティのですね、ハイチの地震の時にですね、その福音派がどれぐらい活動したかだとかですね、あるいはそのウガンダでですね、この同性愛者をこの死刑にするような法律ができようとしているだとかですね、そういう国際問題についてのニュースがですね、半分ぐらい上がってるんですね。で、あとの半分ぐらいはこの国内問題なんですよ。で、今回の中間選挙についてはですね、それは4番目に上がってまして、その表現というのは非常に微妙です。で、ここに、まあ、英語が書かれてあるんですけれども、それをこう要約してみるとですね、このオバマのこの医療保険制度というものが実現されるとですね、その医療保険によって中絶が行われることがあると。ということは、これは国の税金によって中絶を行うという、そういうこの福音派にとってはですね、認めがたい状態が出てくると。で、ところがですね、この医療保険制度を批判するティーパーティーが非常に強力になったために、次が面白いんですけれども、民主党内のプロライフ、すなわち中絶反対の下院議員の数が半減したと。だから、ティーパーティーが支持するですね、共和党の候補者と、それと
民主党なんだけれども、民主党なんだけれども、中絶反対の立場の民主党の 人ですね、候補者。それがこう落とされてしまってですね、中絶反対の民主党議員というのが半減したと、こういうこのニュースなんですね。そしてそういうその理由を作ったティーパーティーに関しては、彼らの社会的関心の中心というものは不明であるという形で、クリスチャニティトゥデイはですね、このティーパーティーに距離を置いてるんですね。ですからこの福音派全体がこのティーパーティーに、この全てサポートしているとは言えないと思いますね。だからここでクリスチャニティトゥデイの立場として推測できることは、いわゆる何て言いますか、アメリカ世論がですね、この対極化しない、例えば中絶反対か賛成かって、ね、あるいは何ですか、同性愛賛成か反対かという形で二分するのではなくて、民主党の中でも中絶反対の人たちをこう取り込んでいきたいと。ところが今回の選挙ではですね、それがますます両極化していった、ね、そういうことを表しているのでは、心配を表しているのではないかと思うわけです。ということはどういうことかというとですね、問題になりましたアリゾナ州のですね、ギフォーズ下院議員の銃撃事件、あれがやはりその両派の対立、両極の対立をこの反映していると、激化していると、それがですね、やっぱりこの今回の選挙でもですね、やっぱり現れてるんじゃないかと、そういうアメリカ社会がの様子が現れているんじゃないかというふうに思うわけです。さて、最後にですね、この、それじゃあどういうふうに多様化しているのか、現在の福音派はどのように多様化しているのかということを、私なりにこのまとめてみたいというふうに思います。で、それはまず2つに分けられると思うんですけれども、この福音派の中でですね、この伝統的に、いや福音派というのは魂の救いを重視するものであって、政治には積極的に関与しないという人ですね、それが一つのグループであると思います。で、先ほど言いました、そのいつも民主党に投票する人というのはこっちに入ると思います。で、それに対して政治に参加しようというですね、福音派、これは二つに分けられるんであって、一つは何かというと従来の宗教右派です。すなわち国内問題、中絶の問題だとか同性愛の問題をこの優先的に政治課題として関わる福音派で、もう一つはですね、そうじゃなくてですね、もっとグローバルな問題、例えば地球の温暖化の問題だとか、あるいはアフリカにおけるエイズの問題だとか、世界における貧困化の問題だとか、そういうことをこの優先的に政治課題として取り組もうとする福音派、これよく宗教左派というふうに呼ばれますけども、これは僕は間違ってると思います。例えばこのリチャード・サイゼックだとか、あるいはフロリダのですね、メガチャーチの牧師でジョエル・ハンターという、元はクリスチャン・コーリッションのプレゼデントになりかけた人ですけれども、この前の選挙では、大統領選挙では民主党の党大会に呼ばれて演説したという、でオバマ支持をやったというですね、こういう 人たち、彼らは福音派なんです。だけど左派であるとは思ってない。で、やっぱ聖書の読み方だとか、あるいはその宗教体験の重視、ボーンアゲインの重視という点ではですね、彼らは他の福音派と一緒なんですね。ただ政治的課題としては、このグローバルな世界的な問題というものにより優先的に関わっていこうとしている人たち。で、ここにちょっとジム・ウォリスというのを挙げました。この人はラディカル・エヴァンジェリカルズと呼ばれる、もう例外的な人なんですけれども、1960年代からエヴァンジェリカルズでありながらですね、ベトナム反戦運動だとか、あるいは公民権運動に積極的に関わっていった人です。で、彼は1960年代70年代初期はもう孤高の戦いをしてた。ところがですね、彼は数年前に God's Politics というですね、本を書いて、これがベストセラーになるんですね。そして2年前ですね、小原先生も一緒に参加したんですけども、アメリカ宗教学会で彼がですね、講演をやった。するとですね、2000人ぐらい入る、そのですね、宗教研究者が集まってる、その会場がですね、もう立錐の余地がないぐらいですね、もういっぱいになると。いうことは、どういうことかというと、
この宗教右派ではない、しかしこの政治に関わっていく、すなわちここで言うこの2の2ですね、グローバルな問題に優先的に関わっていく福音派というものに対しての注目というものがですね、これが非常にこう高まっているんですね。でこのジム・ウォリスはリチャード・ザイゼックやとかジョエル・ハンターなんかとですね、この今は合流して共同してこの活動を行っているということができます。さて2012年の大統領選挙に関してちょっとだけ予測をしてみたいと思うんですけれども、福音派の中で今候補としてですね上がっているのはペイリン、あのアラスカ州知事とですね、もう一人はハッカビーですね。でこのハッカビーとこのペイリンをですね、福音派の中でどういう人々が支持しているかということを考えてみると、ペイリンを支持しているのはこの2の1、すなわちローカルな問題に優先的に関わっていく福音派だと思うんですね。でそれ以外の人々というのはどちらかというとハッカビー支持である。エヴァンジェリカルズの中で今そのパーセンテージでいうとですね、ハッカビーがちょっとですね、あの支持率が高いですね、ペイリンよりも高い。それから最後に、それじゃあこの先ほどですね、宗教右派の中で 11% ぐらいいる宗教右派の中で 5% がティーパーティーに同調したと言いましたけれども、それじゃあ残りの 6% の人どうしたんだろうかということですけど、これ分かりません、分かりませんけれども、結局ですね、自分たちがアイデンティファイするその政治グループというものを見つけることができなかったですね。だからまあその宗教右派のリーダーというものがですね、第一世代目のリーダーがどん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 もう死んでいって、それに代わるリーダーというものができていないということが原因であると思いますけれども、まあ、12年どうなるか、福音派がどういうふうに動くかということはちょっと予想がまだ今ではつかないということであると思います。ありがとうございました。ありがとうございました。福音派の中のさまざまな動き、多様化について具体的にご説明をいただきました。それではこれからパネルディスカッションに移りたいと思います。ちょっと準備でしばらくお待ちください。それでは早速ですけれども、時間が押しておりますので、パネルディスカッションに移りたいと思います。オバマ外交の評価から始まってですね、ティーパーティーをいろんな観点から論じていただくお話が続いたわけなんですけれども、相田さんのお話、それから森先生のお話にも少し出てまいりましたけれども、皆さん最近のニュースでご承知の通り、アリゾナでですね、民主党の下院議員の集会で銃の乱射事件が起こって、多くの人が命を落とすという事件が起こっております。で、まあ、その事件そのものが衝撃的でありますけれども、その背景にそのティーパーティーの影響があるのではないかというようなことを言われているわけですね。ご案内かと思いますけれども、まさに今日テーマにしている昨年11月の中間選挙の時に、ティーパーティーがですね、特定のこうリベラル派の候補者をターゲットにして、そこにこう銃を突きつけるようなですね、このイメージ図を書いてルフさせると、あるいは話題に出たこのペイリンというティーパーティーの中心人物が、まさにその弾を込めるというような非常にこう
銃撃をこう連想させるような発言を繰り返してきたというので、背景にこういうティーパーティーの運動、アメリカの世論を分断するような、あるいは敵対する自分たちと異なるものに対して非常にこの攻撃的なですね動きがあるのではないかということが指摘されていて、それに対してペイリンが最近インタビューといいますか記者会見の中でですね、それは全くの誤解だという中で知の抽象である、これはまたユダヤ人を攻撃するときに使われる言葉で、非常にこう宗教的な対立を招くような発言をしているわけですけれども、森先生はその点について最後触れていただいたんですけれども、このアリゾナでの銃撃事件とですね、今のアメリカの政治状況、あるいはティーパーティーの動きについてどういうふうにご覧になっているかということをパネリストの皆さん方に一言ずつお伺いをしたいと思います。じゃあまず最初に佐々木先生から、もし何かございましたら。もう私より、他の先生方の方がはるかに詳しいと思うんですけど、私は何度も申し上げている外交ですので、ちょっとこの事件そのものが外交、皆様ご覧の通り、亡くなった9歳の女の子が2001年の9月11日に生まれていて、今回このような形で命を失われて、まさにアメリカはその外ではその、イラン、イラク、アフガニスタンでもう大きな問題を抱えて、でも国内でのやはりアメリカ社会の大きな問題、そこで命を失った女の子が一人いるというのは本当にもう、人の親としてですね、もう本当に心が胸が潰れるような思いをいたしました。でオバマが大統領がですね、追悼式の演説、非常にいい演説をやったと思います。国内のその分断を克服しなければいけないと、この事件は帰化としてですね、ただ残念ながら、もうむしろもう私もちょっとテレビで見る限りですけれども、共和党と民主党でこの事件に対するインタビューなんかしても、もうガンコントロールの問題云々というのはもう何をか言わんやだし、むしろかえってこれでですね、党派的な対立が増すんじゃないか、お互いにその責任をなすりつけ合ってですね、党派的な対立が増すんじゃないかという危惧さえ持つのと、あとその銃の規制はですね、これ合衆国憲法によって自民の武装の権利というのは最高裁も認めているし、合衆国憲法 もちろん認めているところでありまして、残念ながらもうこういった事件、悲劇的な事件はもう今まで何度も何度も政治家をターゲットにしなくても起きてきたわけですけれども、銃の規制についてはもう実質的に進むことはないんだろうというふうに思います。ちょっと雑多な感想で申し訳ないんですけれども、以上です、ね、じゃあ飯山さんどうぞ。先ほど最後にグラフでですね、いろんな大きな政府、小さな政府という問題とか、宗教問題とか、そういうものがだんだんこう一体化してきたというのを説明したんですけども、大きな政府、小さな政府というのはこう理性で議論できる問題なんですね。だけどもその宗教問題というのは非常にこうイモーショナルなものを生み出す、でそのイモーショナルなものを生み出すものがさっきグラフで示しましたけど、どん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 イデオロギーの軸に近づいていってるわけです。ということはそのイデオロギー対立がそのイモーショナルな対立にどんどんこう発展していると、発展していくそのきっかけを生んできているわけですね。そういう意味でその宗教的な亀裂がイデオロギー対立、保守リベラルのイデオロギー対立に一体化することによって、どんどんそのお互いのやり取りがですね、非常にこうトゲトゲしくなってきて、ディスコースがですね、ものすごいこう酸味を含んできたものになってくるわけです。でその宗教不和運動の一番最初の頃には、中絶クリニックに、爆弾テロをやったりとかですね、中絶やる医者を殺す殺人事件とか、そんなもん随分出てきたんですけども、そういうようなそのイモーショナルなものが小さな政府、大きな政府という対立の中にも持ち込まれていくような、そういうような結果をもたらしたのが今回 でそういったそのディスコースが非常にこうトゲトゲしくなっていけば、そういうなんていうか、テロみたいなことをやるのは英雄だってことを思うような異常者を生み出していく土壌を生んでいくわけですね。でそういう土壌の中から生まれてきたのが今回の事件なんじゃないかなという気がします。ありがとうございました。それで相田さんどうぞ。佐々木先生がおっしゃったように、僕は今回オバマは大変立派なスピーチをしたというふうに思います。久しぶり のオバマらしいスピーチだったんじゃないかなと。それはさておいて、僕がこの事件で思ったことっていうのはですね、ちょうど1994年に例の保守革命で、ギングリッチ保守革命で、共和党が大きく議席を今回と同じように得た、その直後に、時系列ちょっと正確にあれですけれども、オクラホマの有名な連邦ビルの爆破事件が起きた。これも一種の先ほど申し上げたリバタリアン的な衝動なんですよね。つまり連邦政府ともものすごく憎くなる。でこれはリバタリアンそのものというよりはそれのフリンジっていうか、極めて異様な形でのその表出の仕方、
で今回はまあリバタリアンではないんですけど、ティーパーティー運動という一つの不思議なムードの中で、やっぱりその政府を憎む、あるいは民主党を憎む、そういう気持ちがある一人の個人の中にかなりこう強く現出してしまった、なんかそんな感じがする。でしかもそのサイクルがものすごく似ているとすると、まあ、この一つのサイクルを経て、まあ、民主党、前回の時はクリントンはある意味ではその後うまくいくわけですけれども、オバマが景気をつかむことになるかどうか一つのチャンスではないかなという感じがします。でいずれにしても、でもこの問題をめぐっての党派的なそのパーティザンといいますか対立の言説はまだ依然として激しい。オバマのその融和の演説にもかかわらず、やっぱりあまりいい状況ではないなというのも事実です。からもう一つ、まあちょっと気をつけなきゃいけないのは、ただ90年代に比べてより僕はニューズサイクルって僕ら呼ぶんですけど、やっぱり一つのそういう問題が起きて、それを人々が忘れる期間がすごくこう早いっていうか、そういうのが今の状況じゃないかなと思うんですよね。でアメリカ政治全般にそういうニュースサイクルって人々がある事象を忘れていくのと同じように、政治全体のそのボラティリティって言いますか、激しくこう右左に動くが出やすくなってる。でそれはまあ、今回の選挙もそうなんですけど、たった2年前にあれだけオバマに熱狂した人たちが、同じ人たちとは言いませんが、そのアメリカ国民が今回共和党あるいはティーパーティー運動に共鳴しながら共和党をこれだけ大きく議会へ送り、まあ、込んでると。ですごい激しいその政治のサイクルの転換が起きている。これはまあ日本も一緒なんですけれども、先進国共通かもしれない、まあそういうことの中で、必ずしも90年代と同じパターンを繰り返すとも言えないんじゃないかと。あまりにもその、まあ、対立とボラティリティみたいなものが激しいかなっていうのをこう大枠としては感じてます。以上です。森先生、もし追加的にあれば。はい、対立が進んでいるということは先ほども紹介しました。それで銃規制の問題についてですね、少しお話ししたいと思います。日本のマスコミの論評も全部そうなんですけれども、アメリカは銃規制すべきであるということなんですが、ちょっとあまりにも短絡的であるというふうに僕は見ています。先ほど憲法で、保障されているというふうに佐々木先生おっしゃったんですけれども、信教の自由、表現の自由、集会の自由、これがいわゆる基本的人権の第1番目ですね、憲法修正第1条で、基本的人権の2番目として銃の保持ですね。これは何のための銃の保持かというと、政府を倒すための銃の保持なんです、もともとは。だから政府というのはアメリカ国民の基本的人権を守るためにあると。ところがその政府が国民の基本的人権を抑圧するような時には銃を持ってですね、政府を倒せと、その倒す権利というものを保障されてるんだと。でこれが憲法修正第2条なんですね。で次は我々日本の方がですね、ずっとその文明的なのかとですね。で日本にはなぜ銃がないのか、いつからないのか、それは豊臣秀吉が刀狩りをやった時からやと。でそれからずっとですね、日本ではお上以外は銃を持たないと、武器を持たないと。で我々はお上に従ってたらいいんだと。でこういう日本の在り方とアメリカの今言ったような建国の理念と、一体どちらが優れているのかというと、非常に微妙な問題であると。しかし銃の規制は僕は必要であると思う。でもその銃の規制、全面規制ではなくて、例えばピストルは 全面的に禁止すると。ピストルはポケットに入れてたらわからへんと。で許すのはライフルだけ。ライフル持って歩くのは大変やから、しかし銃を持つ権利は認めると。そういうふうなですね、このきめの細かいですね、議論をやる必要があるんじゃないかというふうに思います。ありがとうございました。もう一つ先生方に伺いたい、これも森先生ご報告の最後に言ってくださいまして、まあ、予測しがたいということですが、今からもう来年か、来年の11月には大統領選挙が待っているわけですね。でこれも多くの方はご存知のように、来年2012年というのはアメリカの大統領選挙だけではなくて、ロシアの大統領選挙、それから中国では国家主席が変わります。韓国でも大統領選挙があります。台湾では総統選挙が待っています。そして北朝鮮は2012年に共生大国の門戸を開くと言っています。2012年が国際的に非常に大きな変動の年であることは間違いないわけですけれども、今これもお話に出たように、失業率が若干改善して 9.4% とはいえ、アメリカ経済が非常に厳しい状況にある。
でこれも最近のある予測によるとですね、来年11月大統領選挙が行われる時の失業率が、少し改善されて 8.6% ぐらいになってるんじゃないかという予測があるんですね。ところが過去において大統領選挙が行われた月に失業率が 8% を超えていて、現職が当選した例はないということなんです。というのでオバマ大統領にとって非常に、まあ、厳しい状況である。ところが他方で今日も話題に出たペイリンをはじめとして共和党の側もですね、確かにペイリンとかハッカビーとかあるいはロムニーとかですね、いろんな名前が出ていますけれども、本当にオバマを倒せるだけの求心力のある候補者がいるかというとなかなか難しい。私の知り合いのやや引きんな例を挙げると、ペイリンというのは究極的に言えばアメリカの田中真紀子であると。見ている分には面白いが国政を託すことはできないと、まあ、それどうか分かりません。しかしこの2012年、それぞれのご専門のお立場から大統領選挙の行方とどういうふうに予測されるかということ、皆さんご関心があるでしょうか。一言ずつ伺えればと。佐々木先生いかがでしょうか。私からです。いやもうこれはもう本当に分からないんですけど、ただその、アメリカ政治というのはオバマもですね、わずか2年 の、 もう彼は2004年 の、 党大会の指名、党大会で有名な演説をやって一躍そのもう出てきたわけです。あの時 の、 上院議員選挙で入り抜いから出てきたわけですし、本当に何て言うんでしょう、一躍出るということはあります。その84年の例えば大統領選挙予備選挙で民主党の場合負けましたけども、ハートという上院議員が本当にいきなり出てきてですね、モンデール、本命視されていたモンデールを苦しめたということもありますから、その共和党の方もですね、これ非常に魅力的な候補がこれから出るという可能性はあると思うんですね。ただもう村田先生それがおっしゃったように、ちょっと有力な候補が共和党いない、マーク・サンフォードという確かサウスキャロライナ州知事が保守派で一時有望視されていたんですけども、去年ですかちょっとスキャン女性問題でも完全にもう失墜してしまって、今はもう州知事退いておりますし、とにかくオバマにとって唯一有利なのはその共和党の方にとにかく有力な玉が今候補がいないということ、今私からもそれぐらいしか申し上げることはできない。ちょっとグラフ使っていいですか。出さなかったグラフなんですが、政党支持率の変化っていうのを1952年から2008年まで入ってます、見たものなんですけども、民主党とそれから共和党、無党派分かれてますけども、これ見ていただくとですね、1960年代から無党派が急激に伸びていって民主党がかなり減っているというのははっきり分かると思います。でその後はほとんど同じ形で動いてるわけですね。で共和党の方はまあ基本的にそんなに高くはないんですけども、でこの共和党民主党のそれぞれ自分は共和党支持だ民主党支持だって言った人間たちっていうのは、こういうふうにほとんどが9割方その支持している政党に投票するわけです。そうするとこの支持を決めている人間の行き先というのは大体決まっていて、選挙は何が決めるかといったら、この無党派がどう考えているかというところが決まってくるわけですね。で無党派の投票動向というのは今ここに出てきますけども、こうやって動いてます。ただ無党派が何を考えているかというのがこのグラフなんですが、これもやっぱり1980年代からこう見ていくとですね、リベラルが減っていきます。それで保守と穏健派がどんどん増えていくということです。でだからこれ何が言いたいかというと、つまり無党派が基本的に選挙の動向を決めていると。でその無党派というのは保守で、保守かリベラル、保守か穏健であるということになると、その左側リベラルの側から選挙に出てる見込みというのは非常に少なくなってしまうわけですね。だからそういう意味で今回オバマさんはある意味リベラルに見られて負けたということなわけですけども、これを強制していかなきゃいけない。でそれは1994年にですね、クリントンさんがやったのと全く同じ状況が今生まれていて、でそのクリントンさんも本当は中道のつもりだったんだけどリベラルに見られて負けたわけです。でオバマさんも中道でやってきたつもりなんだけどもリベラルに見られて負けた。じゃあどうしたらいいかって言ったら、オバマさんも今クリントンの後を継ごうというふうにやってますけども、やっぱり中道に向かっていくと。でその中道の路線を今もう明確に今 出し始めています。でおそらくそのクリントンがやったのと同じような形でですね、次のその年頭教書の中で何らか
自分が単なるリベラルではないんだということを示すようなアピールをしていくんだと思います。でだからそういう意味でオバマさんの方は中道の方に向かっていくだろうと。でこれに対して共和党の方はですね、やっぱりそのクリントンの時の教訓というのがクリントンとギングリッチの教訓というのが非常に強くあって、94年に勝った後でものすごい過激な保守路線に走っていたわけですね。でその結果このさっき言った穏健派、要するに無党派というのは穏健派ですか、基本的には彼らは過激なリベラル嫌いだけども過激な保守も嫌いなわけです。で94年の時と同じようにティーパーティーに引きずられてですね、その共和党が過激な保守の方に走っていったらまた二の舞になるというのはみんな共和党の人間も知ってる。だから彼らもティーパーティーをうまくコントロールしながら、保守なんだけども過激な方に行かないようにというふうにこれからその非常にこう手綱を持っていかなきゃいけない。だからそのオバマさんの中道路線がどこまで、うまくいくか、それから共和党がティーパーティーをどれだけ手綱を引き締めていくか、この2つ その絡み合いの中で2012年の大統領選挙の動きというのは動いていくんじゃないかと思います。ありがとうございました。では相田さんどうぞ。やっぱり基本的には景気動向によってしまうんだろうと思います、オバマが勝つか勝たないかは。ただ、オバマが置かれている状況はもう多くの人が言ってますけれども、カーターとよく似てると思うんですよね。極めて理想主義的な形で国民に支持されながら出てきた本当に期待を担ってた大統領が、カーターの政策というのはかなり中道保守に近い政策、規制緩和とかいろいろやってるわけで、結構中道的な政策を取りながらもやっぱり景気動向のために敗北していくと、レーガンの登場ということになるわけですけれども、オバマもそういう二の舞になる可能性は今のところかなりあるんじゃないかなという気がします。やっぱりもう一つ大きいのはさっきボラティリティというか、その政治の激しい流動性、あるいは短い期間での変化と申し上げましたけれども、これは今飯山さんが言った通り無党派層の拡大によるわけですね。この人たちは本当に今あったように60年代は 20% って考えていいんですよね。で古いアメリカの政治をやってる人に聞くと、アメリカ政治は442だという、で44というのは共和党民主党それぞれの固まった支持者で、この人たちの票は動かない、で2っていうのはこの無党派層、この人たちがどっち動くかによって選挙は決まっちゃうんだと。それが今は442というのは、これは60年代の古い政治をやってた人の話で、今は 3.5、3.5、3、あるいはもうちょっと中いわゆる無党派が3じゃなくて3から 3.5 の間を動いているという状況で、ここの動きこそがまさに選挙の動向を決めてしまう。で今年の2010年、本当に驚くことに下院選挙で見ると435の、選挙区のうち390以上で共和党が支持率を伸ばして、つまり80% 近い選挙区でガーッと支持率を共和党は伸ばしているわけですね。ところがちょっと 先ほど の, そのボラティリティということで言いますと、2006年の中間選挙では逆だったんですよね。435の下院の議席のうち360で民主党がガッと票を伸ばしている。すべてこれはやっぱりその無党派層がどう動いてしまうかによって完全にその風向きが変わると、で激しく政治が動くと、そういう状況の中でやっぱり景気動向が悪いと、オバマは追い込まれざるを得ないんだろうなという気がします。福音派のことだけ考えたいと思いますけれども、大体福音派がですね、全有権者の4分の1、25% ですね。これは今もそうですし、これからも変わらない、これが増えもしないし、減りもしないというふうに思います。で彼らが政治的にどういう投票行動をしていくかということについては、もう一枚岩ではない、非常に多様化してますので、単独 の, その福音派のグループが大きな影響力を持つようになるということは多分ないだろうと、具体的にそれが選挙をどういうふうに動かすかということについてはちょっと分かりません。ありがとうございました。そろそろ質疑応答に移りたいと思うんですが、先生方の中で、他の方のご発言ご報告を含めて最後に何かこうご発言がもしあれば承りたいと思いますが、何かございますでしょうか。
よろしいですか。それでは質疑応答に移りたいと思います。刺激的なご報告をいただきましたので、さまざまなご意見ご質問があろうかと思います。ご質問のある方どうぞその場で挙手をしてください。マイクを持った係の者が参ります。お名前やご所属を述べて簡潔にご質問いただければ幸いでございます。どなたからでもどうぞご質問ください。珍しいですね。はい、どうぞ。京都市民の中田と申しますが、本当に来年のことが本当はもう一番キーになるんじゃないか、もう済んでしまったこと、去年までの中間選挙もうおしまいじゃないかと、さあどうなるんだと、そのようないわゆる体制が本当にオバマにできるのか、もう大きくぶれてしまった、どこに地方を築いたらええのか、まあ、一郎で言えばスタンスが決まっていないんじゃないか、やっぱりここに大きな分裂というか、自分自身で正先になったなんか鳩山由紀さんみたいなルーピーというのか、くるくる空転してしまったみたいな、これがあと1年でなんとかなるのか言ったら、私は非常にこの信頼を失ってしまったことは大きいんじゃないかと思うんですね。もう今の選挙の基盤と基礎土壌が、さあどういう柱が作れるか言ったら、やはり結局は共和党のブッシュの後を継ぐとかマネーとか、結局独創性なことはほとんどなくて、演説もリンカーンやワシントンの演説を真似したことも全部やっぱり口だけで終わってしまっていると、やっぱりそのあたりの本質的なものを、やっぱりそういう本当のやっぱり今まで のアメリカの200数年の歴史のそこから生まれた、やはりアメリカンアイデンティティというやっぱりこの哲学が全然ないんですね。わからない、あるようであって本当の哲学になってないし、はい、ということで、やはり私はそこが問題だと、やはりその根幹をなす大黒柱がないんじゃないかと思うんですが、飯山さん、森さん、村田さん、いかがでしょうか。ご指名でございますけれど、要するに世論、オバマのパブリックイメージについてということだと思うんですね。で、そのリベラルと思われすぎると負けるというようなご指摘もありましたし、あるいは今ご質問の方がおっしゃったように、オバマのその演説スタイル大変雄弁というのが2年前には非常にポジティブに受け入れられたわけですけれども、今や逆にそのオバマの雄弁なスタイルというのは必ずしも有権者の共感を呼んでいないような側面があると。そのオバマのパブリックイメージについて、ご指名があったのは飯山さんと森先生だと思いますが、どうぞよろしくお願いします。ご指名ありがとうございます。もうさっき94年と96年 の大統領選挙の話をしたんですけども、94年の中間選挙の時もですね、クリントンは大負けして、でもうほとんどの人がクリントンはこれでレームダックだと、でもうこのあと2期目の政権だったらまずありえないっていうふうにみんな言ってたんですけども、不死鳥のごとく蘇ってきまして、96年には大勝利だったんですね。でだから今のオバマさんの状況で、もう次2012年はありえないっていうふうに考えるのはちょっとまだ早いと。でオバマさんの演説というのは、僕はさっき佐々木先生言ったことに同感で、やっぱ彼の演説ってまだ訴える力があるんだと思います。で特にこの先ほど出てきたアリゾナのですね、事件のあと昨日おとといに出した演説っていうのは、実は流れがこう変わっていく第一歩を記したものじゃないかなと。世論 その支持率をこういうふうにグラフ解いてたらですね、おそらくおとといまでがボトムで、この演説をきっかけにしてこれから上がっていく可能性十分あるんじゃないかなという気がします。でそういう意味で世論のイメージっていうのはオバマさんはまだこれから作っていくことができるんじゃないかなというふうに思っています。確かに最近の世論調査でオバマの支持率が久しぶりに 50% を超えて回復基調になってきていますよね。森先生いかがでしょうか。ちょっと日本の政治と似てるところがあると思うんですけれども、政権交代した時にですね、こう希望を持ったというか、そういう人々がこうオバマから離れた。でその結局オバマを当選させた大きな力としての、例えば若者だとかですね、その辺をこうどうやって取り戻せるかということですので、僕はその政策だけじゃなくて演説っていうのはかなり大きな力があるだろうと。で特にその経済問題っていうのは誰がやってもうまくいかなかったんで、これはオバマの責任じゃなくてブッシュの時から引き継いだものですから、彼の責任するのはちょっとかわいそうじゃないかなと思います。
ご指名を漏れた方で何か今の問題についてコメント。私もあの先ほど私のコメントね、いや、お二人の方がおっしゃったことと同感で、あと2年近くあるわけですから、これでオバマが失速するというふうにはとても考えられないけれども、道のりは大変険しいものではないかというふうに思うということです。相田さん、何かございませんか。僕はやっぱり経済がやっぱり大きいなと、先ほど、経済が悪ければカーター化するし、なんとかうまくいけばクリントンになれるだろうという、その分かれ道にいるだろうと思うんですが、ただ今回やっぱり難しいのは、アメリカ経済を立て直すというのは、そのルーズベルトの時代と違うっていうか、本当にグローバルエコノミーの中で起きている事象なわけで、中国の交流だとか、世界構造が変わっている中でのこのアメリカの経済ですから、これかなりルーズベルトのやったようなニューディールというアメリカの中だけのその配分の見直しっていう形ではいかない、世界的な形でのニューディールみたいなことを、ニューディールって言うとおかしいですけども、その力のなんていうかな、新しい振り分けだとか新しい連合だとか、さまざまなことをやらないといけないって、そこがオバマの大きな挑戦だろうと。ところが今言ってるのは、国内だけ見るように人々は、実はその根源はそういう世界構造変化の中にあるのに、人々は自分の足元しか見ないっていう、そこの大きなギャップがそのオバマの政治の苦しさで、それをその2年ぐらいでどういうふうに解決できるのか、あるいはどういうふうに人々に希望を持たせることができるのか、これはもうちょっとレトリックも本当に重要なんですけど、レトリックというのはその言葉ですね、人々を勇気づける。しかしそのルーズベルトと違うその時代の勇気づけ方というのはどういう方法があるのか、まだ分かる、うまく見つけてないような気がするんですけれども、そこがすごい難しいなというふうに思います。今、相田さんも指摘された経済の状況で言いますとね、失業率は 9.4% 少し下がったんですけれども、しかしこれ、そもそも就職活動を諦めてしまった人たちというのはこの数字に反映されておりませんで、本当の失業率という意味では 16% を超えているという数字もあるんですね。それから今の失業者の中で27ヶ月以上失業状態にあるといわれる長期失業者が全体の 44.3% ということですから、単にこの失業率が 9. 何パーセントという以上に、状況は厳しいということだと思うんです。で、今相田さんが大変重要なご指摘をなさって、国際的な変動の中にある。で、私も申し上げたように2012年というのは大きな変化の年ですけれども、ところが人々が非常にこう自分の足元しか見ていない。で、このティーパーティーがですね、外交問題それほど明確な政策的発言をしているとは思いませんけれども、ややこう孤立主義的といいますかね、内向きではなかろうかと。で、そうした中で私どもは例えばこのアジアに暮らしているものとしては中国の台頭というものを目前にしているわけですけれども、今後ますますアメリカが大統領選挙に向けて内向化せざるを得ない、内向きにならざるを得ない。で、ティーパーティーがそういうアメリカのこう内向き傾向をさらに加速するんじゃないかと、アメリカの外交にどういう影響を及ぼすんだろうかと、そういう点について佐々木先生何かお考えがあれば。私も冒頭 の話でちょっと申し上げたと思うんですけれども、ティーパーティーがおそらく私は定かではないんです、私はでも見た限りでおそらく彼らが関心を持っている対外政策というのは移民の問題で、ヒスパニック系を中心のメキシコから の移民で、オバマ政権が移民法案を通そうとして、それに対してマケイン、アリゾナ州のマケインが中間選挙で危うく負ける原因の一つは、その、マケインが、オバマ政権が進めた移民法に賛成であって、リベラルと言っていいのか、寛容な移民法案に賛成であったというのが一つのポイントであって、ですから私が知る限りティーパーティーがその対外的政策的なインプリケーションを持っているものに関心があるとしたら移民の問題だけじゃないかというふうに、あとは、ほとんど関心が、ただロン・ポールのような、テキサス州の一時リバタリアン党から出た、ロン・ポールなどは例えば IMF とかなんかいらないというようなことも、言ってるわけですから、それがまたそのティーパーティーがどれぐらい広がりがあるのか分からないんですけども、もう基本的にはもう対外政策とにかく関心がないと、まさに相田先生がおっしゃった Don't read on me っていうのは、それも対外政策についても言えるわけでして、そういったその、国際機関にはもう関心がもちろんないし、むしろ反発も持つっていうような人が中心だと思うので、そういう意味では非常に何て言うんでしょう、
まあ、心配というか、ただあの全あの共和党の中でもその今どうなんでしょう、ティーパーティーで支援を受けた人っていうのはそんなに数いるわけじゃない、ただじゃ右寄りにシフトしているっていうのは確かだと思うんですけども、ただ彼らが実際に対外政策でどれくらいあの影響力を持つかってちょっと見極めなきゃいけないっていうのが現状じゃないんでしょうかね。ただあまりいいことではない、いやいいことではないというか、国際社会にとっては決して好ましくない、なんか外国人がやっぱアメリカ人にとって、まあ、私なんか見てまあやっぱり出てくるべきで出てきた運動だなというふうに思う反面、やっぱり外国人がやっぱりアメリカについて違和感を持つ一つのやっぱり現象ですよね、ああいうティーパーティーというのはね。森先生、あのご発言の前にちょっと私追加的に森先生に伺いたいんですけどね、先ほどの福音派がこう多様化しているというお話の中で、ローカルな問題を優先すると福音派、いわゆる宗教派、これはまあペイリンを今のところ支持している、でそれに対して、まあ、名称は適切ではないけども、あの宗教左派と言われるような人たちがグローバルな課題に関心を持っている、で政治問題に関心のない魂の救いを求める福音派、この人たちがまあ民主党を支持してるんじゃないかというようなお話でしたですよね。でこ の, あの宗教左派といわれる、ね、グローバルな問題に、例えばエイズの問題とか地球環境の問題とか、こういう人たちの中にその民主党を支持する土壌ってのは結構ないんでしょうか。そういうことも含めてちょっとあります。ですから前回の選挙では、ザイジックもそれからあのハンターもですね、オバマ支持だったと思います。ですから2012年の選挙でもやはりハッカビーあるいはオバマに行くかもわからないというふうに思いますね。それともう一ついいですか。あの結局 この大統領選挙だとかこの議会選挙、中間選挙のような国政選挙に外交イッシュっていうのがどれぐらい影響をするのかということなんですけれども、先ほどあの一番初めに挙げたあの出口の調査っていうか、何でどのテーマで投票したかというところを見ると外交問題たったの 5% なんですよね。でその前 の2004年 の大統領選挙のことを考えたいと思うんですけれども、あの時は2004年ということはイラク戦争開戦の翌年ですよ。でもその時にそのいわゆる出口調査でトップになったのはですね、これ外交問題じゃなくてイラクの問題じゃなくて道徳倫理の問題がトップに行きましたでしょ。でそういうふうに考えてみると今回はこれ経済問題だ。だからその人々の心の中にあるその何て言いますかプライオリティとしたら、経済があって道徳があって外交というね、外交というのは非常にやっぱりこういう選挙に対しての影響力というのは低いんじゃないか、アメリカにおいては低いんじゃないかなと思いますね。いろいろな観点からこの中間選挙あるいは2012年の大統領選挙に向けての動きが議論できたのではないかというふうに思います。確かにアメリカにとっては森先生がおっしゃったように外交問題あるいは国際問題についての関心というのは特に選挙の時にはですね決して高いものではない。でなぜならば世界がかなりの程度アメリカに合わせてくれるからというアメリカの力の、まあ、依然として US というものがあると思うんです。で他方で我が日本はですね、どうも逆に例えば少し前去年ですかあのトヨタが欠陥自動車の問題でこうバッシングを受けた時にですね、一部の人たちが言ってたのはですね、沖縄の普天間問題で沖縄がこう普天間の基地移設に反対してるからトヨタがターゲットになったんじゃないかなというですね、そういうことを真面目に、言ってる人もいたわけですが、まあ、普通の人は普天間という言葉すら知らないでしょう。というので私どもがアメリカに対して非常に関心を持っているに対してアメリカは日本を含めて国際問題外交問題に関心は乏しいし、特に選挙のが近づいてくるとどん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 内向化してくる、まあ、そういう非対称が当然あるわけです。しかしながらあの私どもがアメリカに対して関心を持ち、そしてアメリカの社会や政治についてより深い理解を持たなければならないことは言うまでもありません。そういう意味で例えば共和党が親日で民主党が親中だというような悲壮な理解を超えてですね、アメリカの社会や文化宗教に根ざした深いアメリカ理解を我々市民一人一人が深めていかなければならないと、そういう一つの何て言いますか、あの学習 の, あの機会といいますかにこのシンポジウムがなったとすれば主催した側としては大変ありがたいことだと存じます。本日は大変お寒い中、しかも土曜日の夕刻に多数の方にお集まりいただきまして誠にありがとうございました。最後に貴重な報告をしてくださいました4人のパネリストの先生方に感謝の拍手を送りたいと思います。どうもありがとうございました。